可愛いでしょ、可愛いでしょ、可愛いでしょ。はい、今マイク入れた。はい、可愛いでしょ、これ、マジで。ね、可愛いでしょ。黄色目は、こんばん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 は。思考破裂します。くそい、可愛い、可愛い。でしょ？可愛いよね。めっちゃ可愛いよね。はい。可愛すぎる、可愛い。やっと見れた。かも、黄色似合うね。可愛い、可愛い、可愛い。はい、可愛い、可愛い、可愛い。今ちょうど死にたかったから助かる。こんばんは、こんばんは。おかれ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ひよこ？いや、ひまわりで、ひまわり。のび太みたいでって、うるせえ。のび太とか言うな。黄色も似合うんだな。なんてブランドだって、モーニングさん。モーニングさん。はい、モーニングさんです。はい、ひまわり。はい、のび太くんから、キャーかわいい。そうです。はい、モーニングさんってさっきも見せたけど、はい、のび太とか言うな。はい、まずイエロー、良き、アニメキャラみたい、キャーは。はい。いや、かわいいっしょ。ね。かわいいっしょ。はい。いいね、森田さん。あ、かわいい。あ、さ、いや、かわいい。そう、ちょっとね。いやー、ちょっと、さっきお酒飲んで、ちょっとね、ポワーっとしちゃったわ。ポワーっとしてるわ。幼稚園児？幼稚園、いや、まあ、いろいろ言うけど、かっこいいじゃん。かっこいいじゃん、むしろ。かっこいいじゃん。卒業式、いや、じゃあ、じゃあ、俺 NG フェスだからさ、やる、来てくよ、東京、まず。NG フェス、東京。のこさん、ダイエットしたことありますか？今、ダイエットしてみて、ほんとしんどいです。とりあえず、ダイエットするわけねえだろ、こんなガリゴマンがよ。な。痩せろ。ドープです。めっちゃ素敵。ドープです。よくわかんないけど。まあ、とりあえず、かっこかわいいじゃん。いや、かっこかわいくない？やっぱこういうのって。俺はかっこいいとも思っちゃうんだけどさ。ね。かっこかわいいよね。はい。NG フェスだから来ます、これ。はい。そのためにまた買ったんですけど。いや、これいいよね。この、ひまわりのこの柄も。ね、これ綺麗。いや、これいいよね。いや、これだから、この色合いもなんか、のこさん、37歳。よく似合ってめっちゃいい。この色合いもさ、あんまり俺ってさ、着ないじゃん。黄色。そう、なんか新鮮味があって、俺っぽい。まあまあ、このい、黄色って俺、なかなか着ないよね、けど。なんかすごい新鮮だよね、俺が黄色って。いや、新鮮で最高そう。なんか新品っぽい。いや、これ古着で。古着屋さんで買った。2500円で。いや、黄色部少年部。確かに、ひまわりしてるし、これ新品じゃん。しかも新品みたいだけど、新品ではない。明るくて綺麗なじゃん、この状態の、そう、古着。はい。何でも似合いすぎ、可愛い。8色用意。今はないブランド、そう、モーニングさん。はい。イエローです。でも古着屋さんとかあるよ。下北とか。何色でも似合うの、髪。襟付きですか？襟付き。安い。メルカリとかでもあるじゃん。コンビニ行く途中で電柱にぶつかって痛い。野呂さんの趣味、好き。そう、黄色珍しそう。そのデザイン、モーニングさんどこに売ってるってのは古着屋だから、それさっき言ったように。メルカリとかあるじゃん。ヤフーオークとか。アウトレット、下何入ってんの？下はピンク。いや、可愛い。あ、しんどい。しんどいな、かわいい。やばい。37歳だよ。38歳だよ、俺。38歳のおじさんだよ。38歳のおじさんだよ、ほら。しんどいな。かわいすぎて。かわいすぎる。しんどい。かわいい。演じ味がある、好き。38歳、おじさんだよ。ギャンカは、黄色かい。ね、ノージャンの親は何？恋愛系何？演じだった。しんどいよ。ね、しんどいよ、俺。おじさんだよ、俺。かわいすぎてしんどいよ、ほんと。なあ。かわいすぎてしんどいよ。どうかおじさんだっておじさんじゃん。もうまさにもう、完全なるおっさんじゃん。完全なるおじさんじゃん、38歳ってよ。誰も、ね、こっちはいくら否定してもね、もう否定したってもうしょうがないぐらいさ、もうおっさんじゃん。ね。おじさんは40から。いやいや。死者誤入したら俺、そんなもんクソおじさんじゃねえじゃん。死者誤入したよ。40からって。こんなカオスさんなかなかおらん。いや、僕はだからね、俺はだからこれから先も50代になっても60代になってもこういう格好していくと思うよ。50代になっても長生きしてね、50代、60代、70代ってなっても俺こういう格好していくと思うよ。そうそうそう。シワクチャになろうが、ハゲようが何でも。いくつなとかいいな。一生10代じゃんって。いやいや、一生10代っていうか別に。やっぱ俺好きだから。好きだから。素敵すぎる。おじいちゃん何や。ちょ、待って、ま、ちょ、リスナー数300人じゃねえかよ、おい。大丈夫かよ、新生かまっちゃんさ。米早いけどさ。さっき500人とか言ったのに、また300人や。300人台言ったじゃん、これよ。もう、わこんなの、ほんとさ。大丈夫かよ、新生かまっちゃんとさ。寝たの、みんな。さっきの奴らは。やっぱ希望の中止を聞いたから、もうこいついいや、みたいな感じだったの。
ハゲにその服はシュールすぎる。いや、かっこいいよ、絶対。俺がつるっぱげ坊主頭になってこういう服着たら、マジで、いい感じに気持ち悪くなって、俺それはいつかやりたい。いつかやりたい。起きてます、もう寝た？いや、寝るなよ。うん、心身足りねえだろ。なあ、寝るなよ。うん、心身足りなすぎだろ。こっちだってさ、寝てえのにさ、ね、チア逆転の中頑張ってさ、起きてさ、な、さっき起きて頑張ってさ、眠たいのにさ、やってよ。寝落ちするストップリスナーさん来てた？しゃ。おじいちゃんの時までずっと歌ってね。かわいい。起きてます。服見たさえ寝なかったでしょ？同じよく、心身足りなすぎだろ。寒いから眠くなったのかも。知るか。お疲れ様。そしたらそんなもんさ、熱くしろよ。なんかさ、火燃やして。ありがとう。この輪っかが来た。終わったと思った。心身足りそう。心身。起きてるよ。見たら寝ようと思った。おじいちゃんまで生きてるんだよ。メイクしてほしい。メイクしたらやばいよ。うん。闇メイクとかもいいよね。闇メイクとかも、なんか久々にやりたいな。闇メイク。ね、闇メイクも久々にやりたいなけど。うん、今やんねえけど。キャップ体操。ビッグサイズで緩かい。辛抱？何？心身だっつってん。心身。宗教。な、宗教の心身。信者。ね、試される心。な、心身。な、足りねえ。うん、まあ、いいや。みんな眠たかったでしょ。明日って明日？あ、今日何曜日ってか。明日も平日っしょ。平日っしょ。うん、俺ちょ、もうない、予備感覚と日に近くないから。うわ、22日か、もう。木曜か。うん、まあ全然明日だからさ、ね。ニート以外は。ね、忙しい。今、ニートしかいないだろ。木曜日、もう冬休み。あ、冬休みあったんだ。野呂さん以上に闇メイク似合う人いない。闇メイクまたやりたい。ライブとかで。またやりたいっす。はい、またやりたいっす。前々流そう。ニートです、どうも。明日休み。仕事明日、いやいや、そうや、信者なんで見てます。信者なんです。いや、野呂さん、自分の中で闇メイク一番似合う男性。あ、ちょっと、いや、待てやるよ。ふ、かわいいな。ね、かわいいでしょ。ニートになると冬休みの感覚わかんない。やってほしい。楽しいニート。うん、待てやって。明日乗り切れば休み。弟をかまちゃんライブに連れて行ったら宗教って言われた。だから宗教法人登録しないだけ、まだマシだろ。なあさ、これ面白いな。これからも言ってこう。これ宗教法人に登録してない。ね、宗教法人に登録してなくて、ね、税金逃れしてないだけ、まだマシだろ。これ面白いな。宗教法人申請かまっちゃんに、ね、それだけまだマシだろうが。うん、だから宗教法人申請かまっちゃんになった時に、その時にちょっと心配してください。その時になったら心配してよ。うん。そんな、絶対ないから。だから絶対ないから。登録したらこれないから、ないから。うん、税金ちゃんと払ってますよ。うん、私も姉連れて行ったら、行かれたって喜んでました。ありがとうございます。宗教王子は税金払わない。そうですよ。はい。すごいパンチだ。税金逃れ。残さはパワーストーン付け合っちゃう。じゃあ、パワーストーンはつけてもいいじゃん。全然いいじゃん。今後別に今、森章だってやってるしさ。森章だって。ね。森章だってしてますよ。車の中でも塩持ち込んでますよ。はい。別にいいじゃん。そういったスピリチュアル系はさ、パワーストーンとかさ、そんなもんさ。そうそうそう。全然いいじゃん、いいか。なもん。うん。公共性ないときつい。どういうこと？農産雪今終わった。終わってねえよ。これからまた降るっしょ。パワーストーン売ってほしい。もう手遅れだった。壺売り始めたらやばい。神様とか信じてますか？いや、神みたいなものは信じてます。神様みたいなものは信じてます。農産そこそこスピってるよね。スピってるとか言うけど、別にまあそういったね、経験してるから俺もね、不思議な経験。とんでもない経験。横のつながりがないから布教できない。ごめんなさい。グッズを買うと幸せになる。数珠好きそう。いや、別に数珠好きそうって別にそこまでまだ言ってないけど、今後はあるかもね。うん、だから、モノ君にもね、気をつけなって言われたのが、ね、お前は、ね、なんかやっぱ、その何かをね、アクセサリーつけるのはいいけど、なんか十字架とか、ね、十字架とかつけて、神聖かまっちゃってお前出たら、ね、なんか本当にちょっとそれっぽくなっちゃうから、ちょっとそういうのも、ちょっと気をつけなとは、なんかモノ君に言われたことある。別にいいじゃねえか、そんなもんいや。別にいいじゃねえか、つけたかったら。つけたかったら別にそんな十字架でもいいじゃねえかよ。なもんいや。な。いや、別にいいじゃねえか。それっぽくなっちゃうって知らねえや。そんなもん知らねえ、それっぽく見えた。そんなお前らからしても見れてもよ。お前らそんなんで引くような感じの連中なのか。そんなヤーな連中じゃねえだろ、お前ら。宗教にもアムウェイにはハマれなくて、最終的に残さんにはまったんだから。宗教とアムウェイと、お前、一緒くたりすんな、俺は。な、一緒くたりすんな、アムウェイと俺は。ネズミ子とよ。ま、ネズミ子と一緒くたりすんな。そういえば、アンカーのモアバって普及したな。俺ね、ノコさんタトゥー入れたらタトゥー、いや、タトゥー入れないよ。希望の中心は木は神です。ありがとうございます。もうノコ今日に前々、いや、もうちょっとや、もうなんか最近もね、最近とか昔からそうなんだけど、時たまこういう話題多いからね、やっぱ宗教だとかね。
やっぱ名前が神聖かまっちゃんだからだろうね、またね。うん、まあこれね、なんか宗教、お前もう教祖様とか宗教とかなんかやんないか、神、お前らも神様、神様って言うからよ。な。アムウェイ業務って知らないよ、そう。洗礼ネームつけてください。なんかタコスカレーみたいな、なんか、オウム真理教みたいな。例えば、ピアスとか開けたらしないよ。したことないよ。これからもしないよ。うん、ああいうの痛いし、あんま別に、否定はしないけどね。セイントかまっちゃう。さっきストップリ版聞いたらそっちまでだ。でしょ？ストップリもいいよ。私も、ハンマーも熱狂的だし、たぶん、神って何だと思いますか？だからさ、ここ、俺は神様みたいなものいいと思ってやっぱ心の中にいると思って、僕は。心の中で。僕はね、神様というものはね、僕はね、自分の心の中にいます。自分の心の中に、神様。うん。そう。僕はそういう考え方。うん。ずっとそうですね。はい。しないよ。タコスカレー。リスカとピアス、何？似てるとこ？うん。神様。宗教って言われるぐらい個性強いアーティストかっこいい。まあ、宗教、まあ、だからあれだろ、カルトだろ、カルト。よく言うカルトバンド。ね、カルト。うん、カルト。カルト路線。うん、カルト路線。うん。神聖かまっちゃうカルト路線。ね、カルト。カルトバンド。カルトバンド。うん。うん。ありがとう。カルトサブカルカルトバンド。うん。神聖かまっちゃう。うん。いいじゃん。かっけえじゃん。かっけえじゃん。かっけえじゃん。うん。サブカルカルトバンド。かっけえじゃん。うん。うん。サブカルカルトバンド。うん。ね。否定してって何が？いや、別に宗教じゃねえんだから。ね。同じ視聴者数戻ってきて、わーっとらうるせえな、300人でよ。名前かっこいい、濃すぎ。死ぬまで進行。まあまあ、だからさ、けど、まあ真面目に言うけどさ、やっぱバンドとかなんかで、お笑いでも何でもいいですよ。そういった映画でも、なんか、まあそういったエンターテイメントって、やっぱそういったアイドルでもそうだしさ、そういった宗教とね、もっと VTuber とか、そういった、もっとさ、どうなるんですかって話ですよ。僕から言わせればさ、ね。うん。別にあれもあれ宗教ではないけどさ、ね。うん、そんな言われて、まあ、何でもかんでも宗教ってお前ら、とか言うじゃん。ね、インターネットってさ、VTuber に対してとかさ、ね、これこれとか、これたんとかさ、ね、これこれとか、もそうだしさ、加藤純一とかもそうだし、何でもかんでもお前らと宗教って、宗教って、バカの一つ覚えみたいでさ、ね、バカなんだよ。うん、お前ら。ね、バカの一つ覚えみたいになんかさ、宗教って。もっと昔から言うよね。なんかね、人に対して、そういった、なんかね、インターネットのそういうコミュニティに対して、ビジュアル系も、宗教って昔から、ビジュアル系も X とかもね、X ジャパンとかもね、うん、一括りにしちゃうね。のこさんの声聞いてると元気だよね。僕今日元気です。なんかやっぱいっぱい寝たんで。すみません、失礼よな。いや別に失礼よ。俺は別に褒め言葉、俺は褒め言葉だと思ってるよ。自分にとっては最大級の褒め言葉でしょ。ね、お前はもうね、教祖様で、出て、ね、神さんみたいなもんで、ね、みたいなとか、宗教だなとか、最大級の褒め言葉じゃないこれって。神に近いって。俺は結構最大級の褒め言葉だと思ってんだけどね。あ、これも。うん、自分では否定するけどね。俺は人間だから神様じゃないよって毎回否定してるけど。そう。こんばんは。のこさん元気だったし、神だもん、神じゃないよ。神様ではありませんけど。自分を貫いた男。神様ではありません。こんばんは。褒め言葉。いや、最大級の褒め言葉じゃない。だって神だよ。全知全能の神、神に近いと、その存在と、ね、近いと呼ばれてさ。で、宗教とかもそうじゃん。ね、宗教とかもさ、ね、ああやってさ、信者をさ、ね、こうやってさ、集めてさ、ね、もうとんでもないさ、ね、教えでもってさ、ね、それとさ、一緒って言われるのもさ、ある種褒め言葉だよ。な、神聖かまっちゃうもん。うん、カリスマ。ノーさんだよ、私もそう思います。そうだよ。ノーさん神様、だから違います、うるせえ。もう死な散ってんじゃん。うん、だから俺いつも言ってっけど、のこさんは神様じゃないから、お前らと同じ人間だから、弱い人間だから、だからこそ、お前らは俺のこと神様、仏様、ね、のこ様って言ってるわけですよ。今もこうやって。うん、俺が神様みたいな感じだったら逆に言ってないと思うよ。うん。そう。同じだから、お前らとそう、ね、同じような人間だから、そう、だからこそでしょ。お前らが俺のこと神様って言うやついるのはね、一部ね、みんながみんなじゃないけど。神様って弱いんだよ、だってね。そう、救いの神です。死にかけてくれたと作ってくれた。じゃあ神だ、俺。ね、さっさと投げ銭しろ。な、うん。統一の国境、やめろ。そういうのやめろ。しゃれならんことやめろ。統一の国境とかやな。
才能はみんなと違うんでしょって何か。僕そうですよ。天才ですから。おやすみなさい。よろしいです。でも神様は人の中にいるから、残さ、まあ神様なんだよ。うるせえな、お前ら、ほんと。長いな。もうほんとさ、いつま、もうほんと死ぬまで言い続けてくんだろうな、これな。だから俺はだからもう、今、まあ、何回も言うよ、ほんと。宗教法人申請かまっちゃんにしない限りは、ほんとに、だからそんな言うな。俺がそこ登録しない限り、ね。宗教法人に。その時こそ俺が一戦いっちまったってことだから。ね。その時こそ俺は一戦いっちまったってことだから。マジで。その時は野子さんやばいと思うよ。うん。一戦超えちゃってるよ。な。言いたくなる時はあるね。いや、それは嬉しいっすよ。だから褒め言葉として嬉しいっすよ。嬉しいっすけど。嬉しいっす。嬉しいっす。でも嬉しいっす。辛いな。宗教。次のツアーあたりしないよ。神様、どうついてくる。でもこんな場別、こういうのってさ、バンドでもだからいるじゃん。バンドでもさ、どうなっても、バンドでもいるじゃん。うん、バンドでも。だから俺がさ、好きなさ、で、影響を受けたさ、先人の人たちってさ、やっぱそういうバンド多いぜ。筋肉症した、大津健さん、王健さん。王健さんだって筋肉症だったら、あれだって宗教だ、宗教見たって言われてんじゃん。ね、あ、そうじゃん。金融商店もそうだしさ。あとは、戸川淳さんだってそうだしさ。あとは、ボアダムスだってそうだし。山塚愛さん。ボアダムスだってそうだしさ。あとは、平沢進さん。ね、YMJ、すいません。P モデル。P モデルとかさ。ね、平沢進さんとか、今でこそ、あの人の平沢進。あいつ、あのじじい、ほんとさ、あいつまじ宗教みたいなって、あいつか。あいつ一番やべえよ。平沢さん、じじい。な。ああ、平沢進、あいつ。あいつこそなんか P モデル時代よりもさ、今こそあいつなんか宗教ぶってよ、あいつよ、な。うん、あのじじいマジよ、な。うん、あいつこそなんかもうなんか、もうあともうすぐで死ぬと思うからさ、もうすぐ死んじゃうかもしんないですけどね、もうお年ですから、はい。平沢進さんはけど本当にね、あそここそだろ、平沢さん。最近見ないねってどういうこと？そうなの？今、ツイッターでわけわかんないこと言ってんだろ？なんか宗教見えたこと。相変わらず。なんか、電磁波がどうとか、ね、銀河がどうとか、宇宙がどうとか、ね、白虎矢がどうとか、なんか言ってんだろ？言ってないの？最近は平沢さん。うん。平沢さんがああなって燃えて、真面目ショック受けてるファンの人、ああなって燃えてって何が？あ、最近平沢さんなんか陰謀論とかなんか、そんなんでなんか燃えたね。ツイートすごいよ、語彙がやばい。いや、でも平沢さんで、なんか俺は何言ってるかわかんねえけど、やっぱ音楽はやっぱね、影響受けてるし、平沢進、P モデルとかね。やっぱ俺はあの人はやっぱあれはもう、あれはあれロックだよ。ロックンロール。ロックンロールしてるよね、バンドマン。ね、これも俺昔から言ってっけどさ、ね、平沢さんもそうだし、戸川さんとかもそうなんだけどさ、平沢さんもやっぱテクノなん、やってる音楽はやっぱテクノとかなんだけど、あれはロック、俺からしたらロックンロールなんだよ。ロックンロール。ロックしてるよね。いや、あれはすごいよね。通してるよね。清志郎さんもある意味宗教。まあ、清志郎さんも。のこさん好きな人、平沢すみ好きな人多そう。多いと思う、平沢さん。まあ、金一郎とかは、まあ、俺が好きだからね。だから俺が影響受けてるからね、俺が音楽が。うん。だから俺が今、あげた人とかは、みんな絶対逆に聞いてない人は好きだからね、これも。うん。これ前から言ってるけどさ、俺が影響、ね、ウィキペディアにも書いてあるじゃん。マイブラッディ・バレンタインとかも洋楽だったらそうだしさ。ね。俺、だから聞いてない人聞いてみ。うん。俺が影響を受けてるってのは分かるから、絶対。ね。うん。筋肉症死体とか、戸川さんとか、平沢さんとか、P モデルとか、ね。あ、ボアダムスとかさ、オアシスとか、ビーズとかもそうだし、マイブラッディ・バレンタイン、ピクシーズ、ナンバーガール、クルリ。まあ、いろいろいっぱいあるよ。いっぱいある。もっといっぱいある。うん。俺結構影響を受けてるから。自分、なんなんかんだ。俺も。うん。新生かまちゃんしか聞いてねえ。すぐわかる、ヤップーズ。のこさん好きなもの聞くとめっちゃいい。圧倒的ビーズ。のこちゃんで山頂晴れた、あ、平沢さんのね。オアシスよね。うん。俺結構いろんなの聞いて吸収してるからね。で、それを自分なりの表現でやってるからね。そう。今でも聞きますか？聞きますよ。平沢進さん聞いてみよっかな。のこさんが教えてくれたって結構楽しい。うん、だから聞く楽しいっていうか別に、みんなも好きになると思うけどね。吸収体聞いてみたけど好きだでしょ？こんばんは。OK さん天才だから歌詞。フィッシュマンズもそう。フィッシュマンズもめっちゃ影響受けてる、俺。フィッシュマンズもめっちゃ受けてる。フィッシュマンズだって宗教みたいに言われてんじゃん。フィッシュマンズだって宗教みたいに言われてる節あるだろ、あれ。だからみんななんかやっぱそういう、なんだろうね、天才
なんかわかんないけど、天才的な人、天才奇才的な人ってやっぱ宗教みたいな、ジャガタラも、江戸明美さんもな、そんな感じ。ね、なんかね、まあ、ジャガタラはちょっと違うかもしれないけど、こんばんは。江戸明美さんはそれは否定すると思う。まあ、ただやっぱ、なんつうか、もう、カリスマ性じゃない？カリスマ性。そこはやっぱりカリスマ性とか、やっぱ圧倒的個性。圧倒的個性。うん。圧倒的個性とかカリスマ性。だと思うよ。あとは自分を貫いてロック。ロックンロール。うん。俺もそうじゃん。俺もあるしそうじゃん。ね。俺は別にだから、さっき挙げた先人の方々にはやっぱ、もうね、影響を受けてるし、もうね、今全然もう追い越せないとか、まあまあ、いつも言うとそう、追い越すなんて無理なんだよ。うん、それさっき今ね、あげた俺が影響受けてるんだから。影響受けてるんだから、ね、追い越すなんて無理なんだよ。うん、筋肉症だってさ、ね、うん、俺影響受けてる時点で。俺も昔ジブラはそうだった。ジブラがそうだった？あ、ジブラさんが？うん、かわいい。ブレずに貫いてロック好きだ。いつももうやっぱり残さ自分のこと、周りを客観的に、ああ、そうそう、客観的には、いや、それはそうですね。僕もね、自分のこと、俯瞰的に。個性に惹かれちゃう。愛さんも今も、いや、山塚愛さんとかすごいよね、あの人。どこにいるんだよ、あの人。あの人さ、SNS、もう、なんか、もう山の中に、あの人こそ完全に千人だよね。あの人こそ完全に千人だよね。どこにいるんだ、あの人。ねえ、マジで、火星とかにいるんじゃない、金星とか。うん。お前も影響与えまくってる。いや、俺影響与えまくってるって言うと、みんな言い、本当に誰も言わねえじゃねえか、後輩がよ。誰、俺の、新生かまっちゃんに影響受けましたって。誰も言ってくんねえじゃねえか、後輩。ふざけんじゃねえよ、お前。なあ、本当によ、影響受けてる奴らにさ、何人かさ、絶対いるくせによ。なあ、売れてる連中でもよ。言えよ。もっと言えよ。ねえ。なあ、より言ったら売れね、言ったらなんか、角が立つのか。あのちゃんとかは、あのちゃんとかみたいに、ね、なんかそう、言ってくれよ、もっと。なんかいろいろ。ゴメスさんは言わないって、ゴメスくんとかも言ってるよ。マカロニ鉛筆？いや、もっとマカロニ、あいつだよ、マカロニ鉛筆言えよ。マカロニ鉛筆。ロックロール鳴りやまない、あいつら本当にそれに衝撃受けてバンド始めたんだろ？ね？これ勝手なこと言ってるけど俺。ね？YouTuber に多いじゃん。そうなんだよね。昔からそうなんだけど、そう、芸人さんとか、そう、なんか、じゃあ、音楽、ミュージシャンの人はさ、そう、ミュージシャンの人は結構言ってくれなくて、芸人、お笑い芸人さんとか、YouTuber の人とか、配信者とか、やっぱネットとか、なんかそう、お笑い芸人さんとか、そっちの芸能人の人とか言ってくれるパターンは多いよね。ミュージシャン言ってくれないんだよ。そう、ミュージシャンが。後輩ミュージシャンが、ずっといるだろう、いないのか、いないのかよ。まあ、実際いないのかもしんないしな、あんまな。言ったらしんとな、YouTuber、のごさん面白いもんね、まあ、精神性だろうけど。別のフィールド、なぜだ、ネット民のカリスマ。そうだよ、ね。ヘライザーだってさ、ね、ね、のごさんはもう神だって、みたいなのがツイートしたじゃん。ヘライザー。YouTuber 。なんか今ヘライザーがなぜか出てきたけど。確かにたくさんいると思う。なんか、損すんのかな、わかんない。なんか、いや、なんなんだろうね。いや、わかんないけど、実際いないんだと思うよ。俺見て、だって言いたい、逆に言いたくない？先輩ミュージシャンは結構残さん好きな人、先輩ね、先輩のミュージシャンね。あと、だから漫画家さ、伊沢山先生とかね、進撃の巨人の伊沢山さんとかね。そっちは言ってくれるんだけどさ、事務所に泊まるとかない。音楽家は結構いないんじゃない？そう、意外と俺知られてないんじゃない？ぶっちゃけ言うと、マジ若手に。でもそれはね、結構あると思う。これも結構マジであるんじゃないかなって思ってる。俺結構若手のバンドとかに知られてない説。ね、いや、これだけマジあるんじゃないかなって。マジ。アイドル多いんだったら、お前バンドマンなんて聞いてんだろ、なんで死んねんだ、新生かまっちゃん。アイドルがさ、知ってんのにさ、バカなんじゃねえか、バンドマンのくせに。おい、バンドマンだったらお前東から西までさ、ここの東西全部さ、音楽ちぎれや。怖すぎねえだろ、別にそんなメジャーアーティストやってんだから、こっち。伊沢先生は次のブラックメイ作、なんか、バンドマンし、そう、バンドマンだけなんか言ってくんねん。言ってくれる人もいるんだけど、好きだって言ってくれる人もいるんだけど、やっぱ少ない。うん、本気で悔しそうって。いや、いるんだけどね。東京初期衝動の人、ね、姉ちゃんとかさ、まあ、いろんな他にもいるんだけど、そう、バンドマンでもね。うん、忘れらんねえの、柴田さんでもなんだよ。プライド？知ってると思う。なんかね、そう、だからでもなんか、やっぱね、もうちょっとなんか出てきてもいいかなって思っちゃうんだけどね。とりあえず、新生かまっちゃんに影響を受けましたみたいな。まあ、のこさんに、だから、新生かまっちゃんのこさんに影響を受けましたみたいな感じで、ビッシュのリニちゃん、だから、2位もね、テンパレ、いや、テンパレは聞いたことないけど、そのなんかさ、
水産はのこちゃんに、のこさんに影響を受けました。だから、要するに俺みたいなやつってなんか出てこねえじゃん。まず。ね。俺もさ、だからもうほんとこれ15年前からだよ。2009年、2010年からずっと言ってんだよ。俺、ニコ生時代から。ずっと言ってんだけど、俺の席を奪いに来るやつがいない。このポジションっていうか、こういう配信でさ、ね。才能があって、ね。才能があって、こうやってさ、なんか配信者でさ、こうやってバーってさ、みたいなさ、なんかさ、あんまいないよ。お前みたいな出てこないだろって。だから、そう、だから出てこない。だからずっと出てこないよね、なんかね。うん。逸脱してる？まあね。最近音楽、TikTok の音楽、韓国のアイドル、韓国とかアイドルとか別にいいじゃん、韓国で。野子さんが特殊で、いや、実際特殊だけど、唯一無二で特殊だけど、東京初期衝動はって、だから、でも、まあ、特殊衝動言ってくれてるけど、まあ、あんまこれさ、配信し、シャートしてとか、なんつうか、なんだろうね。なんか、こう、新しい、なんかね、なんだろう、こう、新しい、こういった、攻め方というか、見せ方。だから、要するに、音楽をさ、音楽すごい若手っていっぱいあるじゃん。ね、バウンディ君でもさ、最近だったら、チェーンソーマンのピープルワン、エンディングめっちゃ良かった、あれ。ピープルワンのエンディング、タイトル知んねえけど。まあ、若手、いい音楽、いい曲、ヨネスさんもやってたし、ね、いっぱいいる。でもなんか、新しいこういったさ、アプローチの仕方。アプローチの仕方、売れ方。アプローチの仕方、替えのかすり方。とかさ、そういうなんか、ね、スタンスとして。そう、スタンスとしての。そう、スタンスとしての、なんかこの新しい、そう、突き抜けたやつっていない。いいんでね、やっぱね。かっこよかった。ピープルワンズが、最近の若い人って保守的だから、いや、そんなことないっしょ。かまっちゃんはオリジナリティすぎるから、影響を受けたらただ2番戦時になっちゃうのかね。まあ、それも、やばい人だと思われてない。いや、2番戦時だから、それ昔から言われるけど、ね、2番戦時になっちゃうって。俺と同じことしたらね。いや、でも、それでもさ、それでも出てこなさすぎじゃない？ YouTuber でもだからさ、漆黒のなんかさ、紅のなんか、なんとかなんとかって、なんかちょっと人気出てた、YouTuber いたじゃん、最近聞いてねえんだけどさ。そうそうそう。あの YouTuber でなんかちょっとね、登録者人数なんか10万人、20万人ぐらいいた漆黒の紅の、なんとかなんとかってなんか YouTuber、若手でさ、YouTuber でなんかバンド系 YouTuber。バンド系 YouTuber。バンド系 YouTuber。お前ら一人一人ぐらい知ったやついるだろ。のこさんが強すぎるんだよ。まあまあ実際強いからね、俺がね。才能もあるしね、魅力もあるし、チャーミングだしね。こうやって喋るね。やっぱ長いしね、俺もね。だいたい夕闇、そう、夕闇。海外アーティストから影響を受けたらかっこいいと、お前、日本人はだ、何ダサい。のこさんみたい、以上になっちゃう。あ、のこさんみたいですね。はい、以上、みたいになっちゃうって。いや、別に、それでもだよ。それでもだよ。じゃあ、俺みたいに、小島博士。あの姉ちゃんは、だから、音楽の才能なかったろ、あいつ。音楽の才能あったら、あいつ行けったよ。ね、小島博士。な、音楽のさ、あいつバンドやったじゃん、一時さ。あいつバンドやってねえだろ、あんな。音楽さ、なかったんだろ、あいつな。あの姉ちゃん、ほんとにさ、かっめ、ルックスもいいしね、小島博士ってさ、ね。あれ、キャラもいいしな、キャラもいいしな。あれで音楽の才能あったら絶対生きてたよな。今はバンドやってんの、あ、そうなの、あの姉ちゃん。深瀬ちゃん可愛い。でも見た目可愛いじゃん、あいつ。見た目もいいし、キャラもいいじゃん。ね。持ってんじゃん、引きつけるもん、あいつ。次やること大事ね。北谷達也がアルティメットレーザーに影響を受けたって、誰だ北谷達也さん。すいません、ごめんなさい。ライブ会、ありがとうございますけど。野子さんの代わりとか絶対誰にも務まらん。え？可愛い。いや、務まるわけねえだろ、こんな勇敢なやつ。なあ。ねえ、こんな勇敢なやつ唯一、いや、こんなやつ、いや、本当にいないから出てこ、あ、そうそう出てこないからな。俺みたいな、やっぱさ、こんな作品もすごくて、ね、作品も個性あってすごくて、配信でこうやってですね、勇敢に立ち、ね、こうやってや、いろんなことやってさ、ね、誰にも媚びないでさ、ね、世界に、誰にも世間にも媚びないで、ね、もう勇敢なことをどん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 すっかってやっていくっていう、もう、こんなやつ、そうそう出てこないよ。生き様もアートしててさ、ね、作品もアーティスティックで、生き方もアーティスティック。え？北里達也、最近、あ、そうなんだ。北里達也さん、結構有名なんです。すいません、ご存知なくて。ごめんなさい。対バンしよう。あ、ちょっと、これちょっと、そっか、対バン、できたらしたいわ。そんな有名な。勇敢さでのオリジナルなの。音楽でなく、いや、音楽も、だから、音楽もそうだし、そうね、生き様、生き方、ね。生き様、生き方もね、オリジナルだし、音楽もオリジナルだし。だから、こんなやつ出てこないって。ね。
ロックンロールが鳴りやんでねえしさ、ね、やっぱこんなね、今20代の時よりもさ、やっぱさ、ちょっとさ、体力減ったけどさ、ね、勢いとかも減ったけど、それでもこうやって今ここにいることは事実だしさ、今こうやってペラペラ喋ってんじゃん。こんだけペラペラ喋れるやついねえぞ、38歳で。38歳でこんだけペラペラ喋れるやついねえよ、お前よ。おい、どこにいるんだよ。教えろ。いねえだろ。なあ。本当によ。お前ら同世代のやつびっくりしてんだろ。残りはすごいなって。37歳、30こんばんは。37歳でこんだけペラペラ喋れてんの。こんなん、すごいよ。エネルギーが。ねえ、どうなってんだこの人で。頭やっぱちょっといかれてんなって。ねえ。うん。ここにいる。そうだよ。うん。だからこういったことは、だから僕もね、やっぱね、こういったなんか変なね、変なと、変なっていうか、才能もあるし、ね、やっぱこうエネルギーもあるし、だからそれはこれからもね、やっぱさ、俺はずっとさ、配信者に引退なんてないからさ、ね、そう状態、ペラップの子さんって、新生母ちゃんの子さんで、ね、たどいたな、ああ、たついた、なるほどね。けど、の子は宗教だからし、宗教、うるせえんだよ、お前。俺、宗教、宗教、どいつもこいつも宗教、の子は宗教を作ってるイメージ。もうどいつもこいつも宗教、宗教って本当にさ、だから俺は宗教作ってたら、作るんだったら宗教法人登録してんだろ。税金逃れのために。なあ、それやってないだけマシだと思え。なあ、朝原さんって。だからもう、もうほんと、もうほんとどいつもこいつも言うよな。まあまあいいんだ、まあないんでいいんすけど、はい。レッテルなんてやっぱクソくらいだから。レッテルなんてクソくらいだから、だから、な。うん、またね、しゃNG ウェスターってもういいです。あ、だからまあとりあえず、やっぱりね、やっぱりなんかね、やっぱこの2023年ね、これからやっぱ、なんなんだろうね、やっぱ TikTok からやっぱね、出てくる人はやっぱ今って主流になってんじゃん、ミュージシャンが。TikTok から。ね。やっぱでもそれでもさ、やっぱ違うんだよ。やっぱ昔からこれも言ってんだけど、俺たち言ってんのはさ、やっぱさ、泥臭い感じ。なんで泥臭い感じ。綺麗じゃん。TikTok から出てくるとかさ、ああいう感じ、綺麗じゃん。うん、綺麗。泥臭い感じ、そう。俺みたいに、こうやって底辺から、ね、団地はいいか。底辺から、ほんとアンダーグラウンドから。ね、俺だったらピアキャスからとかさ、ね、アンダーグラウンド。アンダーグラウンドからの、こう、なんか、なんつうかさ、そう、こう、なんか泥臭い感じ。泥臭い感じでなんかこう、成り上がるみたいな。ね、やっぱバンドマンとかやっぱ、そういうのあってもらいたいじゃん。バンドマンとか特に。ね。叩き上げ。いや、叩き上げ。いや、TikTok だって別に叩き上げだと思うんだけど、なんかちょっとなんか綺麗。やっぱそこがね、お前、俺はね、なんかそう。アングラすぎて目に止まらないのかも。アングラすぎて目に止まらないのかって今だって別にピアキャスだってあるしさ。ね、そんなピアキャスでやればいいじゃん。ね、ピアキャスとかでやればいいじゃないですか、配信。ね。小学校は小綺麗な、腐りゲートいないよ。TikTok はスポット、何、あー。こんばんは。バンドマンの泥臭さ大好き。いや、僕はね、僕の勝手は老害のね、意見になっちゃうかもしれないけど、時代が違う。うん、だから、俺はだからね、老害の意見になっちゃうかもしれないけど、俺はやっぱ泥臭い感じが好きなの。趣味なの。自分の。ね。俺は好きなの。うん、夜中はどうか知んねえけど、夜中どっちかっていうと綺麗な方が好きかもしれないけどね、今ね。そう、キラキラしてんのがね。今日、心理検査なんで寝ます。おやすみなさい。心理検査受けるんだ。なんかお前サイコパスな。TikTok キラキラして、なんでかライトな感じなのに。いや、まあ、わかる。まあ、だからわかる。お前だったらわかるでしょ。お前腐ってんだからさ、新生か、ここのね、リスナーとかさ、新生かまちゃんのファンなんてさ、だいたい腐ってんだから。ね。わかるだろ、俺の言いたいことは。ああ、言ってな、面白い。芸術は全部泥臭いぞ。芸術は全部泥臭いぞって言うけど、まあ、いや、でも俺はそれは、どうだろうな。別に、いや、作品に触れて、芸術作品に触れて、いや、泥臭いと思わないものは全然いっぱいありますよ。世の中。僕はね。うん、それは絵でも何でも、絵画でも何でも、映画でも何でも。でさ、腐ってる。出てきてほしいと思ってるけど。いや、けど出てきてほしくない。ライブ、出てきたら、あれ僕は僕で唯一無二だけど、ね、僕のね、やっぱね、このね、このポジションが奪われてしまうかもしんないから、そう。だから出てこなくてよかった。うん。のこさん楽しいね。お前ら今よりも配信者みたいで、お前らね、言ってくんだろ、絶対引き合い出してさ、小切れにまとまりすぎてる感じ。今来たら青い服ありがとうございます、これ。で、ね、俺新しい新人の方がお前負けてんぞ、この野郎とか、お前ら言ってくんな、どうせ分かっとるわ。ね、その時には。新しい新人出てきて、お前らのお前、なんかすごい昔のお前みたいすごい頑張って、今のお前腐ってんな、みたいな。
お金取られちゃうねってない。あ、だから、うつるやつもいますよ。いや、でも俺はお前らを信じてるよ。うん、全然そういうやつ出てきたとしても、何が出てきたとしても、俺がどうなっても、お前らは絶対俺のこと応援してくれてる人はね、いるってことはね、信じてますよ、ファンのことも。少なからずみんながみんな同じとこ行くから嫌だよね。嫌だよね。結果良かった、お金取られちゃう。全力で潰しに行かないよ、行かない。潰しに行かない。俺はいつもむしろ応援すると思う、俺。俺結構、そこら辺、俺すごいっすよ。寛大ですよ。おやすみなさい。間違いなく言われ。俺潰しには絶対行かない。むしろ応援すると思う。音楽界の生活が不安定ですよね。結局いらないネオノコジュニア。いや、で、ネオノコジュニアとかじゃなくて、まあ、そういったなんか似たような人できても、潰さない、潰さない。うん、ついていく。一応、いや、むしろ嬉しいとこもあるよ、俺は。嬉しいとこもあるよ。なんか、俺みたいなって言うとさ、やっぱさ、だからさっきなんか小綺麗って言ったけどさ、そのなんか麻薬だとまあ、わかりやすく言うとなんか毒がある人。ああ、なんでもかんでもこうやってペラ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 言ったりとか、なんか毒があったりとか、作品にもね、曲にも、うん、作品にも毒がある人とかさ、やっぱそういう人、やっぱね、俺出てきてもらう、やっぱ今でこそやっぱ毒がある作品っていうのもなかなかね、まあなんかね、うん、まああったりはするんだけど、まあもっと毒欲しいなって俺は感じなんだよね。別に今でのね、うん、それ米津さんのね、作品とかでも、やっぱ毒ある作品あんじゃん。うん、毒今、キングヌーとかでもさ。でも俺はもっと、うん、もっとね、うん、いやもっとさ、お前の中の毒をさ、うん、出せよって思っちゃうぐらいは俺はあるんだけどね。うん、最近は芸術を爆発させ、線香花火で終わらせてる人が多い気がして嫌だよね。やっぱり芸術を爆発してほしい。いや、それは お前の意見なんじゃないですか。僕はそうは思いませんよ。はい。いやいやいや、線香花火で終わらせてるって、僕はそんなこと思いませんけど。もっと、山崎何、外見と内に秘めているもののギャップとかあると、すごいですよね。まあ、いや、ギャップ。うん。新生カーチャーポップ、俺ポップセンスと毒のね、そういったさ、ね、ポイズンの成分がさ、ポップ成分とポイズン成分がさ、もうほんとそういったところ人間性だから、さっきも言った。人間性もそう。光と闇を全てを飲み込むのが残さんだから。新生かまっちゃんだし、のこさんだから、光と闇、ね、希望の中傷みたいな曲もね、書けるし、片や一方ね、マイスリー全部夢みたいなさ、ね、あのさ、夕方のピアノみたいな、全員ね、死ねみたいな曲も書けるし、光と闇を全てを飲み込むっていうね、あ、これがやっぱね、僕の、そう、これも僕すごいとこだからね、うん、これ僕すごいとこだからね、本当にこれ。だから俺みたいなやつってなかなか出てこないよ。うん。仕事疲れてパイナップルジュース飲んのけ。どれも好き、本当にすごい。この振り幅のデカさ。改めて。いや、本当そうだよ。いや、だから僕結構唯一、いや、本当に唯一無二っていうか、本当に僕、俺本当にね、いなくなった、俺がいなくなった時、本当に、やっぱね、なんか、さっきも言ったけど、俺がいなくなった後に、やっぱあいつすごかったんだなって絶対思わされるからね。うん、お前ら。うん。やっぱ、のこさんってすごかったんだなって。コメントも全部読むし。コメントもすべて読むしな。うん。そんなんな、すごいとこ。かまちゃん、綺麗に並べられた嘘の言葉じゃないから好きって当たり前じゃん、そんなもんさ。綺麗に並べられた言葉、この言葉なんて、どういうことだよ、それ。な。うん。そんなもん、俺のそんなもん、だってもう、精神解放でありね。作品、芸術っていうのは、精神解放であり、ね、オナニーであり、ね、うんこであり、まあそういった、うんこって言い方はあれなんですけど、そういった、自分のゲロみたいな、うん、やっぱ自分の心の中のね、うん、コメント全部読んでくれるアーティストいない。そうだよ、こんなんもいないやんと。うん、ツイキャスってよ。ツイキャスってよね。本当だよ。他の配信者っていないんだから。ね、音楽の才能とか何も才能ねえくせにさ、ね、ただ配信でペラ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 喋ってさ、コメント拾わねえ。ね、本当にさ、せめてコメント拾えや、音楽の才能とかそういうのねえんだしさ。ね、何なんだよ、あいつらよ。他の配信者よ。な、すごいよ、ほんと。埋められない穴にかっぷり。かんちゃん同じアルバムずっと垂れ流すそうです。ありがとうございます。最初からそういうと、うんこか。何、漢字読めない。いなくなったら死んじゃう。残の配信になると他の配信はもう足りなくなる。うん、そういうとこ本当に込み読みタグ。達人。配信者が、話してるだけなの。そうだよ。あれはあれですごいけどね。やっぱいつも言うけど、あれすごいんだよ。こんなに会話。いや、俺はだからコメントないと逆にさ、やっぱ全然さ、話せないからさ。そう。久々に来たけど、テンポ感変わってなくて、はい。僕、今日元気なんで。はい。けど、僕本当にさ、コメントが逆に読まないで、なしで喋るってすごいよね。あれはあれすごいよね。コメント、あんま、そういう人多いじゃん。ね、加藤純一とかもそうだけどさ、コメント全く読まねえじゃん、あいつ。あいつ見てねえよな、コメントな、あいつな。ね、加藤純一とか、ね、これとかさ。あのすごいよね。うん。
正直な気持ち、嫁やってなに、どういうこと？ぶちまけってるのが見てて気持ちいい、正直な気持ち。ああ、代弁者ってこと？はい。もしかして当節の数のさ。どういうこと？対話してくださる人は、のごさんしかいません。配信者で才能もある、のごさん、同説の数のさって、俺が同説2万人とかですね、10万人とかになってさ、この、だからさ、ね、100倍、1000倍コメント流れ早くなってもさ、俺は全部読むよ。ね、読めるわけねえだろ。な？今日配信やったけどコメントできないと何もできんかった。初見の時コメント早口で滑舌驚きました。配信者でもさ、のこさんくそ。うん、加藤純一最強じゃねえだろ、あいつもさ。ね、お前らさ、俺のことをさ、めちゃめちゃ、ね、俺だけじゃないけど、他の配信者のことも含めてさ、加藤純一最強最強、七原最強とかさ、あのね、荒らしまくったけどさ、なんなんだよ、本当にさ。ね、ワコンじゃねえかよ、あいつ。な。うん、俺が言ったことじゃないけど。俺があんま言ったことじゃないけどね、さ、今日の流れで。ね、うん、俺が言ったことじゃないけど、あいつワコンじゃねえかよ。あいつこそリスナー数の減り幅やばくない？なんか俺も別に人の配信見てないんだけど、なんか俺さ、ずっと前見てさ、ね、加藤純一ってさ、10万人とか言ったじゃん。俺なんか最後に YouTube ライブなんか見たとき、ちくわちゃんランキング見たときさ、普通にさ、なんか2万人とかだったよ。3万人か2万人か。めちゃくちゃそう。いや、本当にワコンになった。まあ、2万人。10万人から2万人ってやばくない？うん。下げ幅やば。ね。うん。8割減ってんだよ。うん。話面白くないもん。いや、お前より面白いわ。お前よりは面白いわ。いや、加藤11面白く、あれ、まだ別にそこら辺のやつよりは面白いだろ。うん、まだ面白いだろ。うん。ね、時期終わってから見なくなった。話は、加藤純一はね、面白い。のごさん、七原くん知ってるんですか？知ってるよ。当たり前じゃん、知ってるよ。そんなことになったの。加藤純一最強さが、最強じゃねえだろ、もうワコンだろ。お前、虚しくなんねえのか。なあ。うん、そこはもう事実言ってやるよ、もう。加藤純一はワコンワコンって。その方が本人嬉しいって。なあ。誰かわからん。男ならみんな好きになる。そんななんかさ、ね、下手なフォローが一番痛いんだって、本人にとって。なあ。マジで。うん。下手なフォローが一番ね、痛いんだよ。本人からしたらさ、これ配信者でも誰でもさ。ほら、ね。うん。のこさん、ハゲってな、うるせえんだよ。ハゲってから実はハゲってねえ、うるせえ。実はハゲってねえよ。加藤純一はオワコンって言われてるうちは大丈夫って言った。え？ああ、まあまあまあ、オワコンな、確かにね。これはまあまあ、確かにこれは別に加藤純一だけじゃなくても、昔から配信者が言ってることだね。オワコンって言われてるうちは大丈夫。まあ、配信者だけじゃねえか。そう、コミュニティがね、おのおののゲームでも何でもいいけど、映画でも何でもいいけど、アイドルでも、バンドでも。そう、オワコンって言われてる間は大丈夫。だから、本当のオワコンっていうのは、だから、そう、本当のオワコンっていうのは、こんばんは。オワコンとすら呼ばれなくなる。そう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 。それが本当のオワコンです。はい。そう、話題にも上らない。そう、話題にも上らない。そういうこと。はい。うん。これは、まあ、俺らだね。さこが柴田とか別にまだライジンとか出てるから話題上がってんじゃない？確かに。俺らだって。俺ら話題に上がっとる？上がってないでしょ。ネットで、ツイッターとかで。ツイッターとかネットとかで、申請かまってちゃう。なんか話題に上がってる？なんか。なんかストップリーの、だから今回楽譜提供したとかそういう時は別に上がるかもしれないけど、別にそんなんさ、それまたちょっと違うじゃん。それちょっと違うじゃん。新生かまってちゃんの、わかってるよって別にお前友達だろ。新生かまってちゃん友達のなんかさ、そんなさ、なんかさ、SNS 友達だけだろ。なんなもんや。な。お前の周りじゃねえや。あ、世間でだよ。俺たちのコミュニティ以外でだよ。俺たちのコミュニティ以外で、な。何上がって、オワコンじゃないってない。いや、ワコンじゃないって。だから、そういった、いや、ワコンだと認めろよ。お前も認めろ。お前らも。ね、時々他の配信者だな。柴田ごぼうの人ってどういうこと？この前知らない TikToker にインドネシア人かと思っていって、思っていったらブロックされた。で、ね、何言ってんのお前。ルーク、かまっちゃとのこさん、ネット民生と可愛いか、可愛いが絶妙ミックスですごい。ヘズマリュウの引退マンバズいった。ヘズマリュウのみ、だからどうしたんだよ、ヘズマリュウが言った。あんなもん引退とか引退するわけないじゃん。ね。マイウォーで上がって今北産業。はい、オワコンの話してます。新生かまっちゃんがオワコンになったって話してます。はい。話題にも上んなくて。はい、今日はなんかそういう話ちょっとね、だからね。今日はなんかしてますね、いっぱい。はい。まだまだ今からがあるし、オワコンじゃない。え？いや、だから、いや、オワコンだって認めた方がいいよ。
うん、俺は認めてるよ。俺はすぐ認めるよ。うん、オワコンだって。うん、俺たちオワコンだって。うん、オワコンでも、だからこんばんは。うん、だから、今日配信したら初見リスナーさん結構知ったよ。え？あ、そうなの？今日も楽しい時間あるとお休みなさい。寝るなよ。この前スピーチで、ありがとうございます、スピーチ。うん。お前らオワコンの向こう側だろ。向こうが、だから向こうが、だからそういう、そういう話してんの。うん。もうオワコンの果ての果て。進撃の巨人の時しか上がってないということ何が？オワコンかどうかとか自分が好きだってことは関係ないからな。そう、これだけど俺もそう。だから俺も全然平気で話せるんだけど。オワコンって昔から言われてるんですよ、そうだよ。うん。昔から言われてるけど、けど事実は事実じゃん。じゃあ、来年15周年だよ。あ、どうすんだよ。なあ、オワコンでよ。来年15周年。ね？来年15周年だよ。静かなちゃん、前にしてさ、こんなオワコンになってさ、おい。なんか考えろよ。頑張れよ。なあ、ほんとや。うん、おめでとう。ありがとう。どうすんだよ、ほんとに。うん。今貯金いくら？何が？うるせえ。新生かまちゃん好きって言うとお前よりあるよ。確実に。うん、好きって言うと私もっていう人結構いるよ。うん。いや、でもやっぱタイアップだ、タイアップ。うん、タイアップタイアップ。10年前からお金やってる大丈夫。あ、いや、まあ、大丈夫っていうか、だから、別にだから、さっきも言ってたよ、そう、なんか繰り返し多いな、さっきから。さっきは、だから、ね、その、うん、そう、売れたら売れたで、お前やさぐれるからこのぐらいがいいよな。いや、俺今一番幸せだもん。本当に。今一番もう幸せだよ。仕事もないしさ、自由な時間いっぱいあるしさ。ね、仕事はないけど、お前らに金くれって言ったらもう、ね、投げ銭してくれる奴が信者とかがもうさ、囲ってさ、もういっぱいで投げ銭してくれるしさ、仕事なくてももう、こんなもん、金もいっぱいね、毎月入るし。んで曲もさ、全然マイペースにさ、作っていいよとかさ、もう優しくされてるし、愛もいっぱいもらってさ、もう最高の環境手にしてっからね、俺。最高の環境を手にしてるからね、俺って。アーティストの、現代アーティストの理想像だよ、これ。現代アーティストの理想像を手にしてるんだよ、これ。俺って。現代システムを使って。ね。発明ですよ、これは。うん、まあ、これは俺が勝ち取ったってのもあるけどね。勝ち取ったって。そう、勝ち取ったって。じゃあ、そのままでもよくない？いや、でもまあ、俺だけどやっぱ、売れた、完全に売れたくないとか思ってなくて、じゃあ、タイアップとかあったら面白いじゃん。お祭りみたいな感じってのも面白いじゃん。ね、紅白歌合戦じゃない。紅白歌合戦とか、ね、テレビ出たりとかして、進撃の巨人の時もさ、一体もうまあお互い言ったじゃん。あ、お祭りみたいな感じは、面白いじゃん。うん、面白いじゃん、全然。うん。そう、そういうこと言ってんの。また別にタイアップあんなお祭りあってもまたオワコンになる時はなるし、そんなこと分かってんじゃん。もう経てきてんだから。ね。だからそういうのを期待してるってことよ。ね。うん。わかる。お祭り楽しい。あの時は本当に楽しかった。今だと楽しいだろ、この野郎、うるせえな。M ステとか出たら泣くな。ね。そう、だから、新生かまちゃってまだ、全然俺はだからさ、たくましいからさ、俺って本当たくましいじゃん。全然だから俺は活動は、新生かまちゃ活動は生きていく限りやっぱずっと続けてくから、ね。うん。こんばんは。だから、俺はいつかは全然あると思って、あるよ。うん。だって本当にこの人は才能があるし、魅力があるし、やっぱりタイアップだってそうだし、ね。何があるかわかんないよ、この先。続けていけばね、活動を。そう。だから、そう。うん。深いですね、ありがとうございます。15周年のお祭り楽しみ。これ、ちょっと富士山配信したいな。なんか、そう、これが、ね、人垂らしすぎる。うん、多いっす。ついていくトレーナー会、ありがとうございます。これ NG フェスでね、買いました。NG フェス用に。定期的にタイアップ来てるもん。いや、でも今は来てない、全く。画卿提供もちなみにもうないっす。今、画卿提供もないし、タイアップも本当にない。本当にない。うん、もうなんもない。うん。いや、本当にないよ、今。うん。かわいいですね。だから来年に来たい。来年。ほんと、これほんと。これほんと。これゴリスじゃん。ほんと。うん。うん。のこさんのモチベって何？え？やっぱ気持ちいいこと。やっぱ射精したりとか、やっぱ、うん。あとは、射精っていうのは、だから、実際オナニーした時の射精もそうだし、曲作った時とか、曲作った後、あれも気持ちいいし、あとライブもそうだね。ライブも気持ちいいし、やっぱ射精。うん。ああいう、もう俺は全部ひっくるめて射精って例えてんだけど、うん。やっぱ射精するね。そう。うん。
やっぱモチベーションとかなんか生きがいとか、やっぱずっと言ってるよ。ずっと言ってるストーリー。やっぱ人生なんて、ほんと今楽しんだもん勝ちだよ。うん。人生なんて今楽しんだもん勝ち。な。うん。うん。今楽しんだもん勝ちだよ。ね。うん。人間最後は寂しいんだから。うん。人間ってのは、のこチャンネルは独特な喋り、講師は誰です?うるせえ。します。講師するよ。のこチャンネル。うん。わかるじゃん。いつ YouTuber だろ?こっちも射精して、今しかね、物理的に気持ちいいこと。いや、物理的もそうだし、感覚的にも。うん。かまっちゃんに出会ってより感じる。刺激対したらわかんない。これから来るかもしんないでしょ。うん。平和が明日壊れるかもしれんしな、そう。最後は箱にいられて燃やされるからね、ガチで M ステ出てほしい。最後は寂しいよ、人間。お前も俺も。誰しもが。最後はみんな寂しいよ。人間って。うん。やっぱ長生き自殺できなかったら俺たち。うん。自殺できなかったらさ、まあ自殺するときもまあ寂しいかもしれないけど、その、ね、自殺しなくてもやっぱどうなってもやっぱ最後は寂しいんだよ。人間は。うん。うん。寂しかったりとか、切なかったりとか、虚しかったりとか、うん、じじいになって、ババアになって。そう、長生きしたらね。長生きしたら、そうそうそう。長生きしたらみんな最後は虚しかったり寂しかったりですね。見にくくなったりとかもそうやしさ、いろんなことあんじゃん。うん。枯れてっから。うん。若い時咲いてた花がどんどん枯れてっから。うん。切ないで自殺こそ寂しすぎるじゃん。最後はみんな一人だし、切ないで確かにそうか。ババアになりたくない。なるんだよ、お前ババアに。うん、受け入れろ。うん、俺もじじいになるから。ね。俺が先にじじいになるから。ね。とっくりが失っていくんだもん、そう。だから俺の33歳の夏休みで、ね、歌ったろ?失っていくんだ、もっと、僕らはいろいろと。失っていくんだよ。失っていく過程なんだよ。失っていくだけじゃないんだけどさ、得てくものもあったりするけど。大体けど、失っていく過程なんだよ。うん。歳を取るってのは。受け入れろって笑うってけど、受け入れることがやっぱ一番俺はいいと思うよ。マジで。受け入れなかったら、もう、これこそ苦しいよ。うん。ババアになるのが嫌だとか、自信になるのが嫌だとか、ハゲんのが嫌だとか、なんでもいいけどさ。あ、そういったネガティブなことを。ね、ワコになるのが嫌だとか、なんでもいい。だから、ネガティブなことを受け入れられなかったら、それはそれが一番苦しいよ。うん。だそうじゃん。ね。受け入れしか、うん。だから、受け入れろよ。うん、諦めろ。だから、前も言った。諦めて、受け入れろ。俺なんてそんなもんだって。私なんてそんなもんだって。ね。諦めて受け入れろ。諦めることから始めて受け入れろ。な。若い頃ほど辛かったから老いることは怖くないです。なるほどね。うん。受け入れて進みたい。俺もけどそんな感じあるね。若い頃、やっぱ10代の頃が一番辛かった、本当に。うん、10代が一番本当にね。本当に。うん。辛かった。で、20代がその時に、まあまあちょっと良くなって。で、30代今幸せです。うん。受け入れちゃった方が楽。今まさに辛い出来事を受け入れられなくて辛い。ああ、まあまあ、それもそういう瞬間あるけどね。死にたい時もあるしね。今年も死にたい時あったし、自殺未遂したしね、今年もな。まあそういう時もあるんだけど、諦めると心は楽になるよね。うん。まあ難しいとこもあるけどね。今日聞いててよかったけど、難しいとこもあるけどね。ああ、俺も諦めの受け入れろって言うけど、俺も結局なんかね、いろんなことあるからね。自分ね。ね、そうだろ?うん、そうそう。中学時代は地獄だった。俺も、そう。一番もう、あの時は、ね。10代が一番。今が楽しいって言ってるの嬉しいです。そう、当たり前じゃん。今が楽しいって言ってんじゃん。こんなやりたい放題やって。やりたい放題生きてたからさ、今が一番楽しいし幸せなのは当たり前だろ。そんなさっき話した通りでさ、自由な時間いっぱいあってさ、ね、金くれって言ったら金も飛んできてさ、なあ。最高だぜ。早く30代になりたい。私も今が一番幸せ。波はあるよね、どうしたって。そうだね。アイコン何?アイコン、大田健文さんのイラストです。夕暮れメモライザーのような、佐藤な、のこさんが幸せっていうの嬉しい。いや、幸せっていうの嬉しいって、まあ俺だって別に全部いつも幸せなわけじゃないけども、まあ、さすがにこれを幸せっていう、自分で言わないのは、ちょっとないわ。ないわ。俺のこんなね、愛もいっぱいもらっててさ、さえさえね。ファンからね、みんなから。さ、愛もらっててさ、ね。配信だけじゃないよ。配信見てない人もいっぱいあるよ。俺、新世界アンチャのファンって。配信見てない人もそうだし、ライブ来てくれてる人とか、音楽ね、俺の曲とか好きな人とかみんなそう。な。これで全然俺は幸せじゃないとか言うなんてさ、わがままもいいとこだよな。マジ。贅沢、わがまま。
な、幸福論。俺から学ぶことがたくさんあって本当ありがとうございますって。何歳になっても苦しいよ。感謝ってことはそうで、感謝感謝。うん。のこさんが幸せなら、それがらしい。もっとわがまま言おうぜ。幸せでいてくれ。こんばんは、のこさま。今、学校中。お前、学校中どういうこと？ゲゲゲの鬼太郎なの？な、墓場で運動会。な、どういうことで今、学校って。こんな時間に。こんな時間に学校とかあんの？夜間学校みたいな。自分は一人じゃないって気づいてから行きやすくなった。なるほどね。この間初めてライブに行ったんだけど、ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます、ライブ。定時制とか、定時制とかってそうなんだ。岡山ペッパーランド、行くよ、また岡山ペッパーランド。岡山なんて来年行くんじゃない？来年結構ツアー回るから、15周年ね。岡山なんてよく行くじゃん。ペッパーランド。また行くと思うよ。じゃあ、ゲゲを来たろ、うん。かまっちゃんのおかげで幸せになれる。いやいや、ありがとうございます、そう言ってくれるの。ツアー楽しみなの。ツアー来年いっぱいあるから。ライブいっぱいあるから、ツアー。ね。前も言ったけど。時差だったが。よくわからん配信続けてくれるの、のこが救いになってるよ。今さら気づいた。ピアキャスの頃からな。ありがとうございます。いや、だからピアキャスの頃15年前から見てくれてるリスナーもね、ありがとうな。本当にな。ツアー何箇所回んの？いや、ツアーだから結構回る。あ、33歳の夏休みツアーって、まあ、新規のちょっとね、人はわかんないかもしれないけど。まあ、大体、だから春に、まあ、約10本。びっくりした。ちょっと待って、テレビ消すわ。春に約10本。で、夏に、約10本。約10本回って、で、秋冬にワンマンツアー。うん。それも10本ぐらい。だから結構あるよ。うん。ちなみに春と夏のツアーは、対バンも考えてる。対バンね。秋冬はワンマンツアー。うん。対バンちょっと人が来るか分かんないけど、まあ、対バンもちょっと俺いろいろ上げてるんだけどね。対バンも。うん。だから33歳のさ、春休みツアー、夏休みツアーってあの時あったじゃん、10周年の時。あの時と同じ感じ。あの時も、ね、岡崎体育くんとか確かね、だから対バンしたじゃん。うん。ヤバティとか。ああ、対バン、うん、そう。じゃないとこっちも死ぬって。こっちも死ぬって。やだよ。ワンマンライブさ、ね、3連チャンとかさ、バカじゃねえの。ふざけんなよ。死ぬわ。でも来年はけどほんと死にますわ。ワンマン2連チャンとか全然絶対あるから。ワンマンライブ2連チャン。田中幸喜くんとか懐かしいな、捕まっちまったからな。幸喜くんな、ドラッグでな。ドラッグで捕まっちゃったからね。あいみょんちゃんともしたね。そう、あいみょんちゃんともしましたね。あいみょん。懐かしいね。忙しい1年なのに挑むため。だから来年もまたね。まあ、すごい人とかね、みんなね、ちょっと呼べたらいいっすね。すごい誰でも呼べるよ。田中幸喜、すごい安い物件に住んでるし、知らねえな、もう。知らねえってか、ちょっと見て、柏住んでたんだろ、あいつ。てか、もともと俺近いからね、あいつ、地元が。うん、俺、印西ってとこ住んでて、あいつ、八千代ってとこ住んでたんだけど、そう、年も近いし、あいつ、八千代って印西の隣なんだよ。そう。だから、それでちょっと、対バンした時に盛り上がった。対話した時に、うわ、めっちゃ近いじゃん、お前って。そう。めっちゃ近い。八千代かよって。そう、年も近いし、そう。そう。車で20分だよ。20分とこが田中幸喜くんの多分実家ある。俺、車で20分。カトタンと対話呼ぶの、カトタン。俺、桜か松戸。知らねえよ、てめえんとこなんか、桜。あ、桜近いじゃん。お前も近いじゃん。ジモッティ、ご近所さん、近。その後連絡取ってないよ。取ってないよ。だからね、ドラッグで捕まったことしか知んねえよ。ドラッグで捕まったことしか知んねえよ。あ、カトゥーンの、元ね、元カトゥーンの人が、はい。八千代のゲーセン行ったら、誰がだよ。俺が？ご近所さん。近所、カトゥーン。近所からジャニーズが。うん。ジャニーズがって、だって三代目 JSOUL BROTHERS のさ、だって人だって俺車で5分のとこ住んでたんだよ。うん。あの人誰だっけ？三代目 JSOUL BROTHERS のあの人。あのなんか背高いさ、おっさん。俺は年下だけど、なんかあのかっこいい人。うん、直樹さん。直樹。うん、三代目 JSOUL BROTHERS の直樹も、俺のこの、ほんと、車で5分ぐらい。学校とかだから近いとこ行ってて。だからその直樹さんが、俺だから昔対バンじゃないけどなんかテレビで一緒になった時に、そう楽屋でさ、そう俺向こうからめっちゃいい人たちだった、三代目 JSOUL BROTHERS。めちゃめちゃいい人たちだったよ、本当に。もうマジで。性格も。俺、だから話しかけてて、のこさん、
僕は、あのね、あの、直樹です。のこさん。僕は、あのこさんの近く住んでて、そうそうそう。のこさんの近く住んでて、みたいな。そうそうそう。そう、だから本当俺も、もうすぐそこ住んでて、のこさん、僕は新生かまっちゃんは昔から本当に大好きで、そう、そういったこともありき、大好きで、聞いてましたって言われて、そうそう、めっちゃいい人。うん。イケメンだったし。バンプ、あ、バンプ、ラッドインプスの血だ。いや、ラッドインプスは死んねえけど、ラッドは違えだろ。じゃあ、バンプオブチキンは桜。うん。バンプオブチキンの藤くんの実家も、桜も隣だから、印西。車で、もう20分で行ける。バンプオブチキンの藤原くん、藤くん。うん、天体観測の、あいつんち。うん、どこで直樹さんと話したの？地球だよ。なんか NHK。うん。こわもてないイメージなの以外、いや、めちゃめちゃあれは、エグザイルグループで絶対みんなあれは、めっちゃいい人たちだと思う。めっちゃいい人が、礼儀が正しい人たちだと思う。桜だね、有名人ワンサカさん。有名人結構確かにね、こう考えたらなかなかね、千葉県ね、俺の周りね、俺含めてなんかね、そうそうそう、有名人なかなかね、確かにね、なんかいますね。車に、けどほんと、桜も全然近いもん。うん。ラッドオブチキン。ラッドオブチキン。落花生人って何？千葉住み多いのかな知らねえけど。いや、東京が一番多いだろ。東京が。千葉県民の、東京がなんだかんだ一番多いだろ。なんでこんなイメージは、いや、東京が一番多いって一番。なんだかんだ、東京がさ、ね、東京がじゃ、な。ボンボンみたいな奴ら。東京生まれ、東京育ち。な。セカワだってそうじゃん。セカワもあいつらもな、なんかな。なんかわかんない。いいとこ育ちな感じ、ちょっとしたからな、俺ら。あんまりなんかね、詳しいわけじゃない、ないけど、けどそんな感じするよ。マジで。あいつら、セカワだって。マツコデラックスも、あなた、マツコさんも。この次、キングヌー。キングヌーはだってけど、都会じゃないけど、都会じゃないでしょ、ボンボンだけど。あいつら都会だっけ？セータ君はそうだっけ？うん。ニューヨーク前は残さんでしたよね。ニューヨーク前は関係ねえほらな、もう。ボンボン。チャラい人って、まあ、別にボンボンでもいいんだけど。チャラい人って礼儀正しいよね、そうなんだ。白石行ったことは決まってんだろ。すぐ、もう隣だわ。ボンボン先生、いや、別にボンボンでもいいんだけど。ね。ね。千葉出身なのに東京生まれとか言ってる人もいそう。え？どういうこと？そんな何がかっこいいってこと？東京生まれヒップホップ育ちみたいな。ジブさんだってそうじゃん。ジブラさんだってさ、ね、親がさ、あの、ね、めちゃめちゃいいとこのさ、坊ちゃんじゃん。ジブラさんだって言えばさ、ね。ヌー違うよね。まあわかんねえ。二世は、違う、ヌー、まあいいや、この話ちょっともうやめよ。ひがみだから、俺の。やめよ。ひがみの連続になるからやめろ。キングは文京区ないし、文京区ってどこ？よくわかんないけど。ちょっと今12時半になっちゃった。ちょっと待って、1時間配信してからそろそろ終わりしないけど。ちょっとあれさ、お父さんの、なんかニューホテルパラ、なんかわかんないけど、なんか、そう、ジブさんのね。ジブラさんの。ツータは長野県。でもあれ、親がさ、カラーテレビ作った人なんでしょ？お前らほんと、これが、テレビがカラーになったのって、ツータのおじいちゃんのおかげなんだよ。で、あの、ね、国から賞もね、めちゃめちゃ偉大な賞もね、表彰されて、すごいよね。けどそれ。なんか、先祖代々ね、クリエイターのなんか、遺伝子なんだねって思った。ね。クリエイター遺伝子引き継いで、つねたくん、まあ当然そうだし、おじいちゃんもね、カラーテレビ、なんかすごいよな。まあいいや。びっくり。ちょっと NG ベース、ね、ちょっとさっき発表されたんですけど、タバコどんな味ですか？タバコゴミみたいな味すんで。ゴミみたいな味すんで、吸わない方がいいですよ。どんどん癖になるし。暴走族キャラなのに大学出たりする。暴走族キャラってどういうこと？せいたくん別に暴走族キャラじゃん。お疲れさん、またね。また。才能の遺伝子受け継いでるからね。クリボッチナーで残さ一緒に遊びましょう。ニコニコチャンネルある。俺別にクリスマス配信するよ。それフリキャスでもやるかわかんないけど、クリスマス配信はとりあえずします。はい、僕。クリボッチなんか別にどうでもいいじゃん。ただの一日じゃん。ね。グッズのリスト、グッズちょっと改めたから僕今ちょっと、ね、画像用意したんで、これ。はい。今回 NGMS のこれグッズ、皆さんこれ見てくれましたよね。グッズ。ね、これちょっと、これ今回ね、あのね、めっちゃいいね。ちょっと一つ一つね、
まずこれ、高っ。俺これ値段知んなかった。値段前、やっぱ高えな。6000円ってぼったくりじゃん、これ。ふざけんな、買わねえ、絶対こんな。絶対買わねえよ。いらねえよ、こんな。なあ。3000円でも買わねえよ、こんなもん。なあ、高えよ。高えよ。1000円だったら買うわ、俺これ。XL のみじゃん、しかもさ。ふざけんな。なあ、ワンサイズだし。高えよ、いらねえよ、こんな。いらねえよ、こんな。高すぎだよな、これな。マジで。これいつもさ、グッズ紹介の時言うけどさ、やっぱ、高いよね。なんかパーカーかなんかいつも。いや、買う人はね、ありがとうございます。買う人はありがとうございます。いや、お前ら買ってくれたら俺たちに別に金はちょっと入るから、ね。あの、物販印税入るから、まあまあ、それはありがたいっすよ。ただ俺は正直に言うよ。そこら辺は。ロンティは4500円か。いや、高いね。これもね。これも高いけど、俺、けどこれはこっちは欲しい。こっち良くない？こっちいいよね、このブルー。ブルーか。嘘、ブルー。ブルーいいよね、これね。ちょっとだけ高いと思う。ね、いや、高いでしょ。そやな、でも微妙な値段。死にたい。いい。小さいサイズか、ないのね。ない。うん。ワンサイズ。いや、ブルーいいよね、これやっぱね。4500円ちょっと高いけどね。高いからいらねえわ。2500円とかだったら、まあ、まだ、なんか、まあ、俺基準ではないけど、けど高い4500円。まあ、お前らけど、まあ、買うかな。お前ら買いそうだよね。お前ら全然買うやつが買うっしょ。4500円だったら。うん、ブルー。けど、これいいよね。はい。似合いそうな色。うん、これちょっと欲しい。うん。まだもらってないんだよね、グッズ。あ、これです、これです。僕一番欲しい。だ、4000円すんだ、これ。3000円にしろよ。なあ、おい。3000円にしろよ。4000円か。でも、買う。俺これ買う。うん、俺これ一番、やっぱ、欲しい。このね、あの、なんだっけ、イカれてるクリトリックリスだっけ、俺のこれ、ガンギマリスか。ガンギマリス。スギムさんじゃん。クリトリックリスは。うん。ガンギマリス。僕のちょっと今、ぼやけてますけど、このイラストもいいし、そう、これ、こっちの方、こっちもまあ、デザインいいけどね、こっちの方も。やっぱ、白ってやっぱいつもいいよね。うん、スギムさん。うん。あ、やっぱ、いいよね。それしか新鮮感はちゃうかんない。どういうこと？カラーでいいね。そう、カラー。うん。やっぱ、いつも僕はこのフルカラー T シャツ。僕いつもやっぱこれは。でもなんか4000円じゃなかった。え、いつも4000円じゃなくなかった？いつも3000円じゃなかった？なんか前まで。なんか高くなってない？ 1000 円。ね。スギムさんバズった？どういうこと？あのハゲ？うん。あのハゲバズった？スギムさん。でもスギムさんって結構やっぱ、売れてきてるよね。じわじわ。ね。いや、僕嬉しいよ。ね、ああいうなんかさ、ハゲてる人で、ね、おっさんがさ、そう、フルカラーだから、そう、カラーだ、スギムさん。嬉しいよ、僕。ああいうなんか先輩がさ、ね、ハゲでおっさんの先輩が売れてるって。ね、希望だよ、希望。円安とかもあんのかな、円安の影響ね。なんかわかんないけど、今日高えよな、これな。フルカラーだからって言うけど、今までもフルカラーでも3000円とかだった俺は気すけどね。まあいいや、はい、とりあえず。俺はけど4000円でも買います。んで、これ、リストバッドライト。これは、俺は、お前らが欲しいって昔からコメントで言ったから、俺が、あの、スタッフに言いました。はい。で、実現しました、これ。こんな感じなんだね、けど、なんか、この、1500円。お前らのが、なんか昔から欲しいって。セカワのやつみたい。どういうこと？知らん。見たことない。これなんかさ、デザインどうなの？デザインなんか、まあいいのか。まあ、いいのかな？笑ってるやん。いや、なんかデザインがちょっとなんかまんじゅうみたいだなって。変身できそう。なんかまんじゅうみたいな。うん。12色にけど光るんだ。すごいね。1500円。いや、買えよ。お前らが欲しいって言ったんだから買えよ。そう、まんじゅうみたいな。ピュリキュアみたいな。うん。まんじゅう。でかい感じはするけど、かわいい。隣のレコードみたいなレコードです、これ。これは、このサイズのちっちゃいレコードが今流行ってるんで、はい。これも1500円で売ってます。はい。これも買ってください。はい。本当にさ、本当バカだよな、本当な、とんでもないバカっていうようながな、うん、一応説明するけどから、これ光ったらこんな感じになりますよってこと、レコードじゃなくて、これが光ったらこんな感じになりますよってことです、はい、そういう感じです、1500円だからね、これは買ってください、買わねえよって、買わなくていいよじゃん、こんなもん、うん、じゃあレコード、レコード、アップルウォッチみたい、まあ、とりあえずこれはお前らね、まだ買う人いるっしょ、欲しいって。トートバッグはけど、いらねえわ、これ。これはいらねえ、俺。うん、トートバッグなんかいらねえよ、こんな。使わねえよ。何使うんだよ、こんな。な。買い物バッグぐらいだよな、使いようと。こんな。これは1500円な、いらねえ。
アクリルキー、あ、キーホルダーけどこれは欲しい。キーホルダー高いなけどちょっとな、1000円ぐらいにしてほしいな。でもまあまあ、うん、でもこれはキーホルダーいいね。このガンギマリスのね。うん。僕これ、なんかこの、分かれてんのかよ、クソ。え、東京、大阪、名古屋で色分かれてんじゃん。別カラーなんだね。なんだよ、これ。な、うん、俺ちょっと、なんか、名古屋欲しいわ。名古屋。うん、全部売れよ。全部買わせる気？何かチケットをってこと？色違いか。ね。うん。クソ。限定色。会場別。なるほど。うん。小粋なこと。いや、小粋っていうか、なんか、ふざけたことしてるよね。うん。まあ、小粋なことといえば、確かに、な、限定品みたいな。あ、限定商法だよね。何が違うの？え？何が違うって、名古屋と大阪と東京って違います。あと、色が違います。そんだけです。はい。全部1500円同じです。限定商法ってやつだよね。あ、だから、そそるってやつでしょ。じゃあ、手を抜いてるから、で、手を抜い、なんか、限定商法。手を抜いてるし、限定商法。だから、限定って言葉に弱いから、お前らって。そう。そう、限定とかレアとか、ね、その会場限定とか、その言葉に弱いから、ね、そういった、そう、地域限定キティちゃん、そういうこと。そう、うまいよね。うん、うまい。チケット買わせようとしてんだよ。チケット。キーホルダーね、こんなんいらねえのに。な。こんなんいらねえのにさ、色違いだけでさ、いるわけねえじゃん。な。そチケット買うわけねえだろ。これでさ、東京と大阪と名古屋全部な、いらねえや。な。一個でいいよ。じゃあ次行きます。日付がで、いや、いらねえだろ、こんなマジで。フルカラーポーチ。これもねえけどね、お前らが欲しいってなんかコメントで言ったから、俺多分スタッフに、これ、いや、これ、これは違うか、言ってないか。まあいいや。2500円、いらねえよ、これ。ポーチ。うん、これも僕はいりません。はい。こんな感じ、高えよ。な。筆箱みたいな感じだろ？筆箱。ポーチって大体何使うの？うん、ポーチって。あ、お前らなんか言ったの？俺の子さん持ってるって。メイク道具入れか。全部いらねえって。いや、T シャツはいるって言ったの。T シャツはいる。これフルカラーってどんな色なの？いや、これじゃない？フルカラーって。この色。フルカラーじゃないよって。え？これってフルカラーじゃないの？よくわかんないけど。うん、フルカラーじゃないんだ。うん。売る側ですよとかめちゃめちゃ批判するとかじゃなくて、俺は別にね、お客さんの視点立ってね、うん、ここはね、本当にね、やっぱね、お客さんは神様ですからね。うん。お客さんのね、ファンの立場になって僕は平等にね、要はそこは素直に言いますよ。はい。グラデーション？ああ、なるほどね。グラデーションポーチって書けってことね。なるほどね。フルカラーじゃなくて、2500円。まあ、とりあえず、正直だねってないか。当たり前じゃん、こんなもん。ね。うん。まあ、とりあえずけどみんなそれでも買ってくれんじゃん、いつもさ。買う。うん。なんだかんだグッズって売れてるんだよ、昔より。昔よりグッズって売れてるんだよ。そう、昔の方が売れてなかったんだよ。お前らなんだかんだ買ってくれんじゃん。俺がさ、とやかく言うがさ、ね。うん。うん。さすがに俺がこうやってとやかくさ、全部ディスってってさ、お前らが何も買わなくなってさ、ね、グッズ、のこさん、グッズあの、今日は、ゼロですって。何も売れませんでしたとか言われたらさ、ね、全部褒めてくわ。うん。いや、全部褒めてくってか、絶対買えよ、この野郎って。ね、言っとくわ。その時は絶対買えよ、この野郎って言うよ。お前らなんだかんだ買ってくれるから。女性ならメイク用品、じゃあメイクいいでしょ。え、なにこれ？あ、これ知らない。え、これちょっと知らない。スマホグリップトックって俺これ知らない。え？いらねえ。な。俺こういうの使わねえんだよ。うん。一回なんかね、過去に試したことあるんだけど、あったっけな、なんか俺確か過去になんか自分で買って。なんか、違った、なんか。うん、スマホリング。そう、スマホリングなんか。美佐子さんからなんか借りたのかな？いらねえ、これ。うん、お前らけどいる人いるでしょ。俺はいらない。スマホリング。うん、スマホリングいらない、俺。うん、俺はいらん。うん、俺はいらん。可愛いと思う。うん、いや、可愛いは可愛いけど、可愛いは可愛いですよ。でも俺はスマホリングはいらない。うん。いらん、ね。お前らけどまだいる。あ、ほんと、お前らけど使う人は使うじゃん。スマホリングってさ。で、スマホグリップトックってなんで、スマホリングって書けよ。な。うん。なんかスマホグリップトックってわけわかんねえさ。な。お値段もいいか、色いいね。悩ましいところ。9割いらんじゃん。うん、9割いらねえ。うん。こんなもん売るなよ。今回は買いたいもの多いなと思ったのに。いや、だからけどみんなはだから別に買ってくれるんでしょ。だからね。立てかけて、あ、使う人より立てかけてこれよ。嘘でしょ。これをスマホにさ、ね、アロンアルファでさ、くっつけないで、これをどっかでね、さ、ね、お仏壇に飾ったりとか。そんなんいんの？いないでしょ。これは可愛い。高い。あ、まあ、高いの。スマホリングってけどさ、1000円ぐらいしなかった。妥当じゃないの？スマホリングは。え、これさ、けどさ、スマホリングは妥当じゃないの？スマホリングってだってさ、別にさ、なんかさ、1000円ぐらいしなかったっけ？まあ、いいや。はい。まあ、いいや。はい。その他で、
ちょうどいい角度で立てられますよね。どういうこと？何か？お仏？どういうことで？うん、俺スマホリングって本当にだから、あんまり使ったことないからわかんねえんだよ。うん。鑑賞用でって、取っ手つけ、まあ、いや。スマホに立てかけられ、いや、俺だからしちゃう。うん。本当に俺、あんまり、美佐子さんが誰かメンバーから借りて、一回使ったことしかないから。わかんない。はい。まあ、いや、ミニ、あ、これはタオルは、これはちなみに、これもコメントでお前ら昔からタオル欲しい。ミニタオルをミニハンカチーフが欲しいって、ハンカチが欲しいって言われて、俺これ事務所に頼んで、絶対買えよ、お前ら。な。うん、俺は絶対いらねえけど。ね。うん、男はいらねえよな。うん。男はいらないよね、これ。やっぱ女性は、女は欲しいでしょ、俺。女は。うん、涙を拭うとき。ね。うん。タオル買おうよ。だからお前らが欲しいって言ったんだから。うん、ハンカチ性も済んでね。可愛いな。フルカラーじゃなかった。確かになんか色ちょっとね。色もうちょっとね、なんかね。地味だよな。なんかな。紺色、青色、紺色みたいな。なんかね。うん。マフラータオルはなくてハンカチだっけ？なんかわかんない。他にないっしょ。わかんないけど。ミニタオル。うん。ピンクね、ピンクとかさ、そう、明るい色とかなんかね、色違いバージョンもさ、3色くらいね、色違いバージョンも作れよ。聞かねえな。本当にさ。うん、フルカラーなら6000かな。いらねえよ、絶対そんな。光るやつ買おうかな。光んねえよ、これ別に。今日握りしめてライブ見るのが清掃。いや、そんなことねえよ、別に買わなくていいよ。ただ、お前らが欲しいって言ったやつらは、買えよ、絶対。うん。お前ら買えよ。欲しいって言ったやつはね。やっぱ手抜きなの。いや、手抜きじゃないよ。心込めて、ね。なんかさ、茹でたよ。なんかやったりしてやってよ、スタッフは心込めて。な。まあ、とりあえず、高え。俺はいらねえ。俺本当に欲しいって言ったのは、この一つね、一つ、このキーホルダーと、あ、これに、これと、こいつと、ね、これ、でも高えからいらねえけど、ね、なんか、まあ、こいつと、いいなって思ったのはこいつと、あとこれ、いや、こいつは買う。まあ、4000でも、まあ、買うかな。4000でも、ね、買おっかな。こっちの、ガンギマリスの方ね。こっち。これは4000でも僕は、買おっかなって、僕は思いました。皆さんはちょっとそれぞれね、これそんな絶対買う。高えよ、これ6000って。いらねえよ、地味だし。マジで。せめてガンギマリスにしろよ、ここな。表と裏。地味だしさ。いらねえよ、こんな。これマジ。これマジで、心の底から言える。俺これ。みんなこれ買う人いる？コメントで。6000円。いや、これ別にさ、別に俺に惑わされないでね。みんなの自我を持ってね、自我を持って。高いよね。ほんと、やっぱ買う人、買うの辛いよ、買うよ。辛いよって辛いんだったら買うなよ。無理やり買わなくていいっすよ。リス、でもやっぱブカブカなワンサイズだしね。高いし、結構これコメントでも、ごめん、8000の缶どういうこと？これじゃなくて、違うメーカーの、ね、ピコとか、ね、ビビアンウェストウッドとか、そう、8000の缶よって。そう、そっちにした方がいいよ。パーカー高い。結構な、コメント一つもないな。コメントで さっきの一つしかない。無理やり買う人。ね。辛いけど買うよって。その人しかいないね。そう、ワンサイズ、XL のみ。XL のみ。ワンサイズしかない。ね。いや、けどこれさ、俺さ、ちょっとさ、ワンサイズって言うけどさ、これさ、あれさ、前回とかさ、けどさ、パーカーいつも大体いつも6000ね。6000？ うん、でもワンサイズじゃん。パーカーとかさ、けど前回なんかさ、俺さ、いつもこういうの、ワンサイズ出るじゃん。今回物がないからね、物があれば俺が今着てさ、案外着れますって感じあるじゃん。融通きかなすぎって言うけどさ、俺けどさ、なんかさ、あのさ、いつも物があればね、案外別に、ね、俺さ、ね、これ、俺でもこんな感じで着れますみたいな、参考になるからね。だから今回は別に、XL って言うけど、L ぐらいじゃないの？案外みんな着れる感じなんじゃない？今までもそうだったじゃん。こういう、なんかワンサイズ。ね。そう、どんくらいの XL かわかんないもん。今までと同じだとは思うけどね。ただやっぱ高いんで、やっぱそこら辺はなんかね、チャレンジしない方がいいと思います。ね、買ってからやっぱりダメでした、ブカブカでしたってなるかもしれないんで。ここら辺ちゃんとスタッフが説明ね、補足でしないとダメだよ、これ。な、うちのマネージャー。ほんとさ、スタッフ、ほんとさ、これ補足しないとダメ。XL ですけども、ね、ブカブカじゃないですよって。ここ横にさ、ね、のこさんとみささんが来てみてそうだね。いや、これちゃんとさ、ね、
え？じゃあ、これ書いてあるのかな？サンプル画像は実物と色味が、こと色味なんかどうでもいいんだ、バカ野郎。ね。横に500円だもんね。そう、そういうの、ブカブカでも着るぞって。ありがとうございます。初めてライブ参戦、物販割と高めでびっくりしたんです。そこら辺で売って、え、ちょっと待って、俺ら別にさ、物販安いってこれでも言われてんだけどね。ガクトとかさ、見てみよ。ガクトとか他のアーティストとかさ、チケット代もそうなんだけどさ、良心的っていつも言われてるよ。ね、チケット代なんか特にさ、新生かまちゃん良心的ってさ、優しいって。な、あ、他のアーティストとかさ、バンドとか大御所とかさ、な、なんかさ、ね、大したことねえのに2万円とか取ったりするんだぜ。な、1万円とか2万円とかさ、ね、3万円とか、ね、うん。全然チケットとか良心的だろ。な、うん。だから逆に物販が高いのかもしんないね。そう、悪いやついるから。悪いやついるからな、ほんとにな。いや、別にガクトとか言ってねえだろ。別にガクトだとは言ってねえだろ、ガクトだとは。いや、ガクトさんはけど、なんかファンクラブ限定で、だから俺がずっとね、あの印象深いのは、ファンクラブ会員限定、ファンクラブ会員限定グッズで、あの、雪のなんかさ、あの、スキーとかスノーボードとかなんか着てくさ、ゲレンデに着てく、スキー場に着てくなんか、スノーウェアをなんか、なんか6万円だか、なんか10万円だかで売ってたってのを、そう、めっちゃ高えなって。それがすげえ印象的なんだよね。10万円か忘れたけど、6万円かなんか7万円か。うん。そう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 。それ言ったらだって X ジャパンの YOSHIKI さんだってそうじゃん。YOSHIKI さんとかも昔から言われてんじゃん。ね、YOSHIKI ワイン。YOSHIKI ワインを10万円で、なんか、ね、信者に売りつけてるって。俺だってそんなことまでしてねえぞ。本当にさ、YOSHIKI さんとかもそうじゃん。ねえ、X の、それ YOSHIKI ワインとか、なんかさ、ね、まあまあこれからは知んないけどな。先々の話は知んないけど、今んとこ知んないよ。うん。高いな、信者買っちゃうんだって。のこさんも夫前より、うん、今んとこやりません。はい。YOSHIKI ワインは普通に買えるわ、そうなんだ。ワインを売んな、悪い、まあまあ、全然けど、まあまあ、そんな悪いようには言いません、僕は、あんま。うん。なんか入ってる、何 ?YOSHIKI さんの話。久々にライブ行きたいな、来てください。NG フェスで何でもいいけど。リストバンド、まあ来年いっぱいあるんで。YOSHIKI とかもあるし、ね、YOSHIKI さん、そんな、そうなんだ。のこワイン。かまっちゃりょ、そ、りょ、まだ良心的だって。良心的だって。本当に。グッズはちょっと高いかもしんないけど、チケット代が安いんで。はい。ガチャガチャとかどうだろう。ガチャガチャガチャポン、あ、スキーウェア、うん。スキーウェア。食費は意外といいかも。スキーはいらなすぎ。フルカラーポーチはツルツルキラキラ生地だといいな。あ、そうなんだ。わかんない。もうすぐ1時。あ、そうですね。もうグッズもね、紹介したんで、はい。はい、グッズも紹介しましたんで、はい。とりあえず、まあ、1時なんで、ちょっと3時寝たんで、ね。あ、そろそろお話します。ありがとうございます。はい。9時はってな、あ、違う違う、あ、そうだ、俺まだ紹介してねえわ。それまだあった。そうだ、まだあった、まだあった。あ、そろそろ連れてきて、ありがとうございます。ごめんね、まだあったわ。これそうだ、そうだ。9時。これ、ちょっと待ってください。そう。外れがなし。外れがありません。外れがありません。外れがありませんの小物くじ。これ、1枚1000円。あ、1000円なんだね。あー。俺これちょっと見たんだけど、1000円なんだ。もっとすると思った。1000円で、でもって、ね。これね。1000円で、1会計につき3枚までのご購入が可能です。こちらはランダム商品になりますので、お選びいただくことはできません。当たり前だ、9時なんだから。権威はその場で交換してください。当たり前だろ。公演終了後は交換できませんので、なるほどね。1会計につき3枚まで、どういうこと ?1 会計につき3枚まで、あ、なるほどね。あ、お前ら3000まで、そう、3000、そう、3000まで払えるってことね。3000ね。3000まで。で、9時で、でもこれさ、あ、結局、そう、俺前もって見たんだけど、結局このミニミラーとかボールペンって単独で売らねえんだ、これ。売らねえんだ、これ。単独で売れや。これな、ミラーとかさ、ボールペンな、ここら辺缶バッチ、俺ここら辺欲しいよ。ここら辺500円とかさ、1000円とかでさ、売れよ。俺これ欲しい。ね、売れよな、普通にこれな。買うよな、みんなな。え、これ結構みんな欲しいと思うんだけど。ボールペンセットミニミラー珍しい、この缶バッチとか。缶バッチとかさ、マジでさ、売れよ。な、単独でな。うん。ステッカーとか、これも500円とかで、ステッカーとかも。なんか、なんなん？ちょっとなんか頭、大丈夫？そういう商法かって言うけどさ、逆にちょっと俺、損してる気がする。普通に売った方が、だって売れるでしょ。普
普通に単独で売った方が、絶対これさ、個別で売った方が、俺売れると思うよ。くじと、くじ引きなんかさ、こんな回りくどいことするよりもさ、ね、普通に売ったら1000円高いからじゃないって言うけど、いや、高いって、いや、俺は絶対1000円でもお前ら買うと思う。これ、ミニミラーとか、ね、缶バッジ2個セット1000円でも、お前ら買う人買うと思うよ。うん。だってこれ、やっぱ、欲しいと思うもん、みんな。いいよね、これ。色合いがいいよね、まず。ミニミラーとこれ、缶バッジ。俺、これとこれ欲しいんだよね。あと、ペンも欲しいし。これ、色合いいいよね。色合いが。ね、このバッジもいい。このね、これもいい。あと、これ、ステッカーもいい。ステッカーも。ね。これも800円でも、800円とかでも売ればいいのに。これはいらねえわ。うん、ホログラムチケット。限定ロンティー、これは別に、まあ、いらねえわ。うん。で、何？これが、ちょっと待ってください。A、B、C、D、E、F ってあって、ああ、なるほどね。ああ、1、2、3、4、5、6。6分の1。6分の1で、まあまあ、けど6分の1だからね。ああ、でも6分の1って、6000、ちょっと待って。だからさ、これさ、6分、ね、6000円使ってさ、全部ボールペンとかさ、ありえるかもしんないじゃん。なあ。ああ、ボールペンだったらまだいいわ。全部こさ、カラーロンティーだったらマジクソじゃん。ねえ、いらねえよ、女。なあ。全部カラーロンティーだったらマジ泣くよね。6000使って。6倍もこれ。そのパターンだってあるでしょ。なかなかひどいよね、だからこれね。いや、俺はいらない、これ。あ、いる。うん、俺はロンティーちょっとこれはいいや。うん。いや、やっぱこっちとかやっぱ欲しいからね。やっぱミニミラーとかさ、バランスよくね。うん。現地効果、スクラッチ。いや、スクラッチか知んない。わかんない。くじ引きだからそんななんかあれじゃ、ガラガラじゃない？ガラガラ。ね。ロンティー以外欲しかったりする。お、いや、俺もそう。ロンティー以外欲しい。うん。ホログラムチケット。チケットホルダーか、これ。チケットホルダーもいらねえな。うん。ミラーは顔確認できるから良いと思う。まあ、そのままで。そのままだろ。ミラーって名打って顔確認できなかったら面白いわ、逆に。単品で買えたからね。単品で売れよな。ステッカーいいね。ね、ステッカーいいよね。缶バッジもいいしね。まあちょっとみんなちょっと、まあまあちょっとここはね、ちょっとごめんだけどね。あのね、皆さんのね、あのね、ご分を願ってますわ。欲しいのが当たるように、ご分を願うしかできません。はい。ほんとちょっと、ね、いつまでもね、ミニミラーが当たんなくて、ね、50万円とか使っちゃダメだよ。ヤフオクとかメルカリとかでもね、絶対出ると思うからさ、そんないつか、出るときは、ね。そう。五分をちょっとだからね、50万円とか使っちゃダメね。うん、優しいなって言うけど、別に。チケットホルダー欲しい。本当チケットホルダー何使うんだよ。チケットホルダー、マスクケースとしても使えるんだ。マスクケース、はい。なるほどね。はい。まあ、こんな感じなのがあります、とりあえず。はい。くじき交換で、その前に完売になる。何回並び直すね。あははは、50万円使った。そんなねえじゃん。ライブ終わっとるわな。その時には50万もなんか、ね、50回くらいなる。ライブ終わってんねえね、ジュース。商品あらず、現地行けながらメルカリ待機しよう。50万。はい。まあ、とりあえずちょっと、あと、これは何？あ、これはタイムテーブルか。てか、俺、これもびっくりしたんだよね、今日見て。今日知ったの、俺、これ。早い！5時だよ、スタート。てか、俺、第3部がさ、もうちょっと9時からとかだと思ったんだよね。3部。NG フェス、さすがに。9時からと思った。7時40分って。で、1部がさ、5時からって。スタート5時。早やん。物販がまた早いのかな。だから、入り時間も俺、だから朝ね、ほんとね、もう絶対9時とかに起きないとダメ。入り時間は絶対早いから、俺たちも。朝9時とかに、そう。間に合わねえよ、仕事終わり。ほんとでバカじゃねえの、ほんとにさ。なあ。ああ、仕事とか学校とかね。間に合わねえじゃねえか、これさ、本当にさ。なあ、金返せよ。なあ。物販、多分大阪とか名古屋もそうなのかな。あ、でも大阪とか名古屋は、ちょっと待って、これ来る。あ、平日だからか。大阪とか名古屋は多分、休日だから、もうちょっと遅くなるかもしんない。多分。けど大阪もなかった。あ、ほんと。ダメじゃん。そうなんだ。わかんない。大阪もけど早かったんだ。じゃあ名古屋も早かったんじゃん。まあ、ちょっと、まあ、しょうがないっすね。はい。まあ、しょうがないっす。また、オールナイトでやりてえな、昔みたいな。また、ね、深夜。夜12時からだっけ？昔、なんか一回だけ NG フェスね。夜12時から第1部。あの時、楽しかったね。酒もなんか飲んだりか忘れたけど。あれ、オールナイト、けど、まあ、未成年が入れなくなっちゃうから、ちょっとあれあるんだけどね。未成年がね。
オールナイトってね、未成年入れなくなっちゃうからね、そこだけあるんだけどね。あれはあれで楽しかったんだけどね。そう、うん、渋谷のライブ楽しかったね。あれ楽しかったね。クワトロでしょ、クワトロ、クワトロオールナイトイベント、うん、あの時間またやってほしい。あれ最高。そうなんだよね。あ、いや、そうそう、うん、まあ、とりあえずちょっとね、もう27日で今20、あと4日後だよ。あと4日後なんで、ちょっと僕は今日朝ね、夜7時に起きてね、朝、昨日朝9時に寝たんで、ちょっと今日はもう本当に昼夜逆転直しにね、かかります。はい、オールナイトいいな。そんなこんなでちょっともうそろそろもう終わりにするわ。もう1位か。終わりにします。頑張ってね。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。ちょっとね、ここ数年ずっとライブ行けてないな。あ、また来てください。全然いつでも。はい、寝る時間休みなさい。調整するのに。いや、ちょ、もう、民剤飲んでも、マイスリー飲んでもおられます。ありがとうございます。お願いします。寝ましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。なんかあったっけな。なんもないよね。大丈夫だよね。お疲れ様。はい。お疲れ様です。はい。はい。ありがとうございます。おつのこさん、おつのこです。ありがとう。はい。はい。お疲れ様。大好き、おやすみなさい。おやすみなさい。暖かくして寝てね、ありがとうございます。お疲れ様。みんなもちょっと風邪とか気をつけて。コロナ、やっぱなんだかんだすごいよね、日本ね。コロナ、お疲れ様。グッズ紹介、ああ、全然、お疲れ様。コロナ、やっぱなんだかんだすごいよ、日本感染率な、今。みんな、待ってないやつすごいって、やっぱアイアンマン、前回も言ったけど、アイアンマンだって、未だにさ、外出てるやつでさ、ニートは別にあれなんだけどさ、ね、外出てるやつでなって、コロナなってないやつ、俺すげえよ。本当に、アイアンマンだよ。すごいよ。もう絶対、なんかの抗体、無敵の抗体、そう、免疫、抗体を持ってるってことしか思えない。免疫あるんかな。そうそう。アセシアか、アイザーマス。アイアンマン、アイアンマン、そう。アイザーマス。一回もなってないです。いや、すごい、すごい、すごい。外出てるやつよね。いや、ニートの猫だったね。もう無誘病者じゃない。寝てる間になんか外出てるじゃん。どういうこっちゃい。まあ、ニートでは別にね、コンビニとかはね、まあ、行ったりする人もいるだろうから、それかかったのかもしんないけど。それか、親からとか、家庭内感染とかね。で、まあ、ニートも本当にね、ちょっとね、まあ、気をつけ、もう、運だからな。いや、運だからな、こんなんな。運もあるからね。運もあるよ、精神アカーザンス。運もありますからね、なかなかね。そうそうそう。だから、ちょっとなかなか、これはね、だからまあ、インフルもそうだし。まあ、運もありますけど、まあまあ、とりあえず、はい、はい。運にね、あ、勝ってください。はい、あ、健康でいて、そう、運もある、ニーティーだけど、怯えてます。ニートだけど、はい。運と免疫、そう。はい、まあ、とりあえずそんな感じで、ちょっとお会いします。じゃあ、ありがとうございます。またね。またちょっと配信、とりあえず NG フェスは、さっきも言ったけど、おやすみなさい。ここから気をつけて、4日後の、ね、NG フェスは、これフリーでもね、フリキャスでもやるんで。1部、2部、3部。はい、公式配信、てか、公式配信ってやるの？俺なんか新年で聞いてねえんだけど、発表されてないよね。てか、俺も聞いてないんだよね。あるのかな？いや、てか、俺、ある気がするんだけどさ、勝手に。え、公式配信ってあったっけ？発表されてないよね、多分。いや、わかんない。俺もなんか聞いて、今んとこなんか聞いてない気がする。公式配信。その在庫とかね。そうそうそう。いや、俺、あると思うんだけどね。ないと思う。いや、え？いや、なんかいつもあるじゃん。去年もあったし。いや、あるとは思うんだけど、え、わかんない。ちょっとないのかな？まあ、とりあえず、まあ、これ、ツイキャスはやるんで。はい、ツイキャスはやるんで。よろしくお願いします。はい。ツイキャスはやるんで。はい。あると信じる。まあまあまあ、とりあえずこれやるんで。お茶目くらいです。ツイキャスやるんで。お茶目くらいです。1部から3部まで。チング来ると思うけど、チング来るよ。チング来るから、まあ別になくてもまあ、チングがなんか撮ってくれて、YouTube に動画上げ、ライブ動画上げてくれたりはあるとは思いますけど、まあ、忘れません。はい。うん、チングは来るよ。だから、あれ、わかんない。ちょっとまたね。はい。わかんない。ちょっと俺はとりあえず、ちょっと今と、まあ、そんなこんなで。まあまあ、まあ、そんな感じです。よろしくお願いします。はい。じゃ、またちょっと思い立ったら、ね、感じで、配信やります。けどもう本当はすぐね、NG フェス、年越し配信ってもうすぐだから、現地行くらありがとうございます。もうすぐだからね、もう今年はもう本当にあと7日間で終わりだからね。あと7日で1週間で終わりだからね。年越し配信は、こんばんは、眠いです。ミサコさんとか、ゆうのすけとか、モノくん、ここに来て、ね、夜10時ぐらいからまたやると思います。多分。夜10時か9時か分かんないけど。はい。なんで、うちで、みんなで、ね、なんか雑談して、ね、まあ、ベラベラ、ね、いつも通り、なんか、久々にオールスターズ、新世界マッチオールスターズでね、なんか、そう、クソみたいな、言わないけど、なんかね、今年もね、あ、いろいろありましたねって、
ね。で、お前らがコメントで、ね、この子さん、ね、ものくん、ね、みさこさん、ゆうのすけ、ね、今年の漢字は何ですかって、来年の漢字は何ですかって。だから俺はさ、あれ言ったんだよ。だからさ、最近も聞かれてさ、配信でさ、俺は来年の漢字は、平和の和。あ、違う、違う、普通の普。普通の普。結構僕、結構真面目に。普通。来年は普通の普。もう今からもう言っちゃうけど。来年の漢字。普通の普。もう普通、だからもう最近混沌としてんじゃん。毎年毎年コロナもそうだし、戦争もそうだし。ね、いろんなことが、状況が、世界状況がいろんな。ね、国内、ね、日本もそうだし、さ、海外もそうだしさ。そう、普通にね。そう、もうなんかね。そう、普通が一普通に。そう、だから僕はすごくなんかね、博愛主義のね、なんかね、真面目なことを言って、なんかつまんなこと言ってるけど、もうこのね、つまんなこと言ってます。はい。でも普通の府です。僕は来年の漢字は。うん。あ、でも、てか、俺けど、あとさ、去年、今年、あ、けど、年越し配信の時言うわ。俺、今年のテーマ決めたの、今年の漢字、2文字なじ、今年の漢字ないって。いや、それで俺考えて、けど、あったんで、俺にとって。今年、自分に決めてた、今年の。そう。今年は戦った、何が？戦どういうこと？ああ、そう、戦争があったからって。何？漢字がってこと？漢字が戦だってこと？へえ。そうなんだ。まあ、幸せって、普通って幸せってことだもんね。普通であってほしい。22年の、あ、そうそう、今年の。俺はみんなに言ってない。みんなに言ってない。でも、俺の中で、なんかテーマじゃないけど、そう、自分の中で、そう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 。それが、大島じゃない。したわけないじゃん。いや、ちゃんとなんか、予想通りの戦でした。達成できましたか？いや、わからん、達成できてなかったね。まあいいや、それまた言うわ。それまた言うわ。今言ってもいいわ。つか、今、そんな大したことじゃないから、今言ってもいいわ。確かに、俺の記憶だと冷静だった気がする。あ、冷静。ちょっと見ていい？冷静の2文字。冷静とか落ち着く、落ち、なんかね、なんかわかんない。なんかどっかね、書いてあるんだよ、俺。冷静か。冷静スープじゃなくて。なぜ冷静にしたんだろう。なんか、やっぱ自分ってやっぱ足し算ばっかりだから。やっぱ俺っていつも言ってんだけどさ、なんかさ、昔から言ってんじゃん、配信でも。やっぱ人生ってさ、足し算はさ、まだできんだけど、引き算が難しいんだよな。ライブもそうだし、曲作り、作品とかもそうだし、配信だってそうだし、なんでもいいんだけどさ。これ深いこと言ってんな、最後にな、俺な。ちょっと、もういいや。冷静か知んねえけど。ちょっとまた調べとこう。でもこれ、俺もう20代の時に気づいたからね、これ。20代の時に。深いぞ。いや、けどこれ昔からもう配信で言ってんだけど。どういうこと？いや、どういうことって。やっぱ足し算ってだって、足していけばいい。何事も足していけばいいってもんじゃないじゃん。これはみんなもわかるでしょ。何事も積んでいけばいいとか、ね。積んでいけばいいとか、人生経験も何でもそうなんだけど、経験もそうだし何でも足していけばいいとか、そう、わけじゃないじゃん。そう、ね。わけじゃない。で、その何事もそうっていうのは、あとは、なんだろう、引き算っていうのは、なんか、人間関係的な部分だったら、引き際とか。あ、引き際、あ、引き、引き、ひ、ひ、引き際っていうか、引き、ひ、ひ、なんだろう、押す。例えば、行為にしても、押すだけじゃダメじゃん。足し算。行為を伝えるにしても、押すだけじゃん。引いて行為を伝えるっていうことのね。引いて行為を、引きつつも、優しさ見せて好意を伝えるみたいな。優しさ、そう。みたいな。恋の駆け引き？駆け引きってなんだよ。あんまわかんないけど。まあまあ、そういう、まあそういったこととか、あとは、まあなんか、やっぱそれは芸術でもそうなんだよ。芸術でもそうじゃん。ね。これは別にイラストでもそうだしさ。ね。映画もそうだし、音楽もそうだし。ね。足せばさ、何でもかんでもね、書き込めばいいっていうわけでもないじゃん。やっぱ、そうそうそう。iPhone だってジョブズが言ったシンプルイズザベスト。いや、ほんとシンプル。シンプルなものこそね、やっぱ良かったりもするとかさ。ね、ものづくりは引き算。
まあ、そこ難しいんだけどね。難しいんだけどね。うん。そう。30歳超えて引くことも大事だと日々考える。いや、まあ、まあ、でもそう、僕もなんかね、そう、引くことも、そうなんだよ。そう、時と場合によって、いろんなシチュエーションでね。これは芸術だけじゃなくて、だからさっき言ったように、そう。うん、足し算。だから、そう、足し算だと、やっぱりちょっと、やっぱ、違うっていうのがね、それはね、ちょっとね、最後に深い話しました。それはそうでもない。抜け感か。書いて、消して、プレーンのお菓子とか、なんやかんや一番美味しかったりしますよね。嫌だ、話が楽しくなって、削ぎ落とすこともた、そうそう、と、そう、削ぎ落とす。引くのも割るのも難しい。そう、やっぱ引くことが難しいよ、と、俺はね。思いが募ると足すばかりになるから引くの、そう、やっぱ引くのも、やっぱ難しいよね。卒業式怖のかし。いや、そう、苦手なこと。いや、やっぱ、俺は本当に引き算のが難しくて、20代の時から、やっぱり僕も、やっぱさ、引き算を意識してるつもりなんだけど、できてん 結局できないよなってやっぱ思ってる。ねえ。足してばっか。まあ別にそれが俺は悪いとは言わない自分の場合。ライブのさ、ステージでもさ、俺めっちゃ足し算じゃん。もうくどいぐらいにさ、ねえ、足し算じゃん。ねえ、おい、行くぞ って言ってさ、MC だって何言ってかわかんねえ。話すことねえくせにペラ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 。ね、曲数減らしてまでさ。あれ気をつけるわ、ほんと。最近多いからね、曲数ね、なんか2、3曲ぐらい減ったりとか、前回もそうだし、最近多いよね。俺が MC 長くなっちゃって3曲減るとか。そう、そういうのもなんか嫌なんだよ。うん、嫌なんだよな。曲作りや動機配分弾くぞ。まあそういうのね、音色減らしたりとか。割り切れないって言葉もあるくらいだから深いよね。まあ、割り切る、なるほどね。ああ、はい。むしろ掛け算みたいな俺。まあまあ、だから、結局できてないなってやっぱ自分は未熟だなって思いますよ。うん。これはやっぱ芸術でもね、芸術作品でもやっぱ自分のね、音楽、曲作りでもね、やっぱね、結局、なかなかね、難しいなって思ってる。俺もやっぱすごい足してだもん。やっぱ未だに。まあね、まあいいや。俺とか結構音色多いじゃん。俺の曲って本当に。ね。アコギ一本でさ、アコギと歌一本でさ、パーンってさ、なんかね、っていうのってあんまりないじゃん、俺って。アコギと歌一本で、パーンって、ね、なんか、まあ、いいや、まあまあ、そこら辺もね、まあまあ、はい。ちょっとまだまだ未熟です、僕は。はい。相手言わないのが引き算。MC もライブも大切ね、まあ MC もライブも大切な要素なんだけど、まあね、まあまあ、いろいろそればっかじゃん、俺って。じゃあ、緩急つけないと、って思うの。別に足し算することはいい。今まで通りライブするのはいい。ずっとこれだから。配信とかもそういう時あんじゃん。ね、今日だって、今日こそ足し算だよ。元気でさ。でもいいんだよ、別にこれはこれで。ずっとこれだと狂いじゃん。でも、配信の場合は俺、引き算するとこであんじゃん。全然元気ないみたいな時とか。うん、配信は俺まださ、なんかさ、素の時もあんじゃん。ものすごい素っていうかなんかさ、ね。なんかそうなんだよね。ライブもさ、だからさ、緩急つけたいんだよ。いろんな、面を見せたいというか、いろんな、表現ね。俺だってできるんだから。ね、別にそういった性の表現。そう、動の表現だけじゃなくて、do の、ね、動くと書いて do の、ね、静と書いて静かと書いて性の表現もできるんだから、俺は。ね。こんなことをすごい真面目にね、語ってんだよ。芸術論をね、こんばんは、芸術論を語ってますけど。まあ、そんぐらいやっぱ日々考えてるから、こういう言葉がどんどん出てくるんでしょう。33点あたすも、これは引き算できてると思う。店長、ああ、ありがとうございます。まあ、やればできる子です。会話教室はちょっとそんな感じ。ああ、まあ、会話教室と確かに、そうですね。どうとしたら確かに会話教室ね。ハエの番ね。来年も会話教室やってっから。来年も。会話教室。2月にまずやろうとしてるから、2月に。2月にまず4学期やろうとしてます。アーシャとかもだからね、撮ろうとして、アーシャもね、ちょっとね、撮ろうと思ってる。アーシャも。ずっと変えてないからね、アーシャ、新生かまっちゃん。それちょっと来年ちょっと2月とかわかんないけど、そんぐらい撮ろうと思ってる。アーシャ。会話教室。だからちょっとマニフェストとかまたなんか今ほとんどにもうね、言ってるけど、まあ今今日言ったこととかもマニフェストなんか発表すると思います。年越し配信の時。アーシャ、アーシャ、アーシャ。あとベストアルバムね。そう、ベストアルバムをね、ちょっとね。まあ、ほぼ出ると思うんで。来年、ベストアルバム。
はい。で、それに伴って僕はやっぱりヘッポコ聖剣士とか新曲も入れたいなと思ってるから、まあどうなるかわかんないんだけど、リリース体系がね。どうなるかわかんないんだけど、まあまあまあ。ちょっといろいろとだからツアーもあったり、ベストアルバムもあったりとか、で、新曲とかもあったり、新曲リリースもあったりとか。で、俺もキンキンだったら自分のね、自分の実制作 PV、大島良介チャンネルに。まあ、大島良介チャンネルだから新曲の方はちょっとね、はい。ちょっと、1月とか、できたらいいなって思ってます。1月、2月になったらごめん。まあ、とりあえずけど、絶対そこら辺には、はい、やります。ウップします。はい、まあまあ、そこら辺は、はい。楽しい。はい。とりあえず、新曲と、はい。そんな感じです。はい。次は、だから、まあ、いつちょっと配信するかわかりませんが、NG フェスかもしんないんで、まあ、すぐ年越し配信も来るんで。はい。とりあえず、寝ない、寝る、寝たから寝る。もう新曲 PV、はい。新曲 PV も、はい。はい、新曲。うん。ああ。クリス、新曲はね、ちなみにね、俺ね、新曲ね、まあ、音源はね、まだ、まあ、99%できてるってずっと言ってんだけど、そう、99%できてて、うん。あとはまだちょっとアレンジするとこあるかなとか、編曲するとこあるかなとか感じで。まあまあ、結構、ほぼできてんだよ。できてて。で、俺さ、メンバーにさ、実はさ、この前音源渡した、聞かせた。うん、メンバーに。モノくんとか、モノくんとミサコさんとユーノスケに。うん。音源。うん。アマノさんとか、スタッフサイドには全然渡してないんだけど、そう、一応メンバーには先に渡しとこ、聞かしてみて、ちょっとなんか、感想とかもね、反応どうでしたか？反応がね、俺、モノ君がまずね、電話かかってきて、めっちゃ嬉しかった。あいつ嘘つかないから。いや、嬉しかった。うん。あいつ電話かけてきたけど、結構モノ君って嘘つかないんだよ。うん、あいつ。あいつ結構今までだったら、未知なる方へとか、ね、あと、黒い卵とかかな？うん。あと、友達なんていらないしでもそっか。うん。もう、あいつは別に本当に良かったって時しか、本当に良かったって言わないから。うん。で、ミサコさんはね、そう、ミサコさん、何？ミサコさんに、ミサコさんは、なんかね、すごい、評価みたいな LINE で書いてきたんだけど、ミサコさんの感想は。批評家みたいな。うん。なんかね。いや、ミサコさんも褒めてくれたんだよ、めっちゃ。なんか、何だろうな。なんかね、ミサコさんは、なんだっけ。なんか、和む系って昔あったから、そうね。知ってる人は知ってる。なんか、知ってる人は知ってるし、和む系。タマとか、筋肉少女隊とか、ね。ああいったいった、電気グルーブとか、ね。ああいった、和む系ってのが昔いて、そういったね。色がね、癖が強い人たちの集まりを、和む系ってのがあったんだけど、その和む系を、なんかその現在の、ね、サウンドとか、現在の解釈で、こう、吐き出した感じがして、すごかったって言われた。そういうこと言われた、そう。うん。現代の解釈で、なんか、ミサコは、しかこれが、モノ君の、これはモノ君の反応とか、ミサコの反応なんて。あと、ユウは普通に、まあ、いい曲ですねって言ってくれたぐらいで。まあ、そんな感じで、別にこれはうちのメンバーのあくまで意見だね。そう。まあ、別に俺はまあ、まあ、うん。まあ、別に俺はまあ、そんな、なんか、うん、まあ、うん。やっぱ、俺だから書ける曲かな、みたいなとこはあったりもするし。ね。まあまあ、なんかそんな感じはするかな。うん。まあまあ。うん。みんなけど高評価だったね。まあ、これはあくまでね、お前らはどう思うかなんか知んないんだけど、お前らはどう思うかなんか知んないけど、これは本当にね。まあ、だからみんなちょっともうすぐ聞けるんで、それはおのおの評価してます。はい。うん。けど、ミサコさん本当に批評家みたいな感じでさ、けどそう。でも、結構そんなこと今までなかったからね、嬉しかったよ、俺なんか、モノ君もそうだし。久々にあいつ電話、めっちゃよかったよって。うわーって。ね。うん、これいつ、ウップすんの？ね。いつ、いつ、あいつ。うん、早くみんなに聞いてもらいたいってあいつ言った。そのファンにね。あいつは早く、みんなに聞いてもらいたいって。うん。やばいな、これな、ハードルだからガー上がりなんかした感じするけど、全然上げていいっすよ。うん。これでなんかあんまりお前にとって良くなかったら、メンバーのせいだから。ね。俺のせいじゃないから。まあまあ、はい。ありがとうございます。
まあまあ、とりあえず。とりあえず、まあ、1月とか2月に、はい、ウップできるように、ちょっと僕もね、はい、そういう感じでします。はい。だからちょっと来年もね、いろいろと、だから来年だからちょっといろんなまたね、はい、すぐライブもあるしね、仙台からね。ライブあるし、結構だから俺は結構なんかいろいろまたね、年始からちょっと動きがあるっていうのは、いいなって思ってますよ。かまってちゃう。はい。ね。うん、いつもやっぱ、年始暇だからね、新生かまっちゃんって。15周年だし。はい、お楽しみっすよ。はい。曲聴きながら今の話思い出して二枚したい。ちょっとわかんない。まあまあ。はい。じゃあ、仙台以外トークツアーありますかって。あ、いや、別に来年あるっしょ。あるある。全然ある。来年はいっぱいあって。来年はめちゃくちゃ回るから。来年はもうめちゃくちゃ回りますよ。ツアー、15周年。15周年ツアー。青森とかもわかんないかもしれないし、わかんない。まあ、とりあえず、そんなこんなで、じゃあね、じゃあ切るわ、もう。はい。じゃあね、バイバイ。またね、楽しみにしてます。はい。とりあえず、また、はい。年明け早々ライブ、ね、ありがとう、松戸。松戸何？仙台。松戸は行かねえよ。松戸ライブなんかしねえ。ね、あんな犯罪者ばっかりいるさ。お疲れさん。ね、お疲れさん。して、まあまあ、ある意味してみたいよ。すいません。松戸別にそんな、いい、もう思い出あるし。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。じゃあね、俺もちょっと寝る準備にね、入ります。おやすみなさい。お腹すいちゃった。中食べて寝るわ。おやすみなさい。おさん、おやすみなさい。待っとして、おやすみなさい。またれ。おやすみなさい。よ、よ、よ、と、落としよう。おやすみなさい。おやすみなさい。おつどこ、おやすみ。またやましょう。愛しるしよう。おやすみなさい。おやすみなさい。チューしよう、最高。あ、チューしようもよろしくね。引き続き、おやすみなさい。今日も愛しよう。グッドナイト、おやすみ。またね、よく食べて寝て、おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。はい、ちょっとお休みなさい。またね、待ち合わせしてる。またね、はい、はい、閉めて、またね、食べて。ぜひ、ちゃんと食べて、ワイズなさい。調整頑張った。はい、またね、ありがとう。待ちなさい。ありがとう、またね、大好き。またね、エンジンフェスで頑張って、はい。ありがとうございます。はい。夢見、いらぐずいお休みなさい。おつのこ、はい、じゃあ、中止をたくさん来なさい。ありがとうございます。はい。いや、ちょっと今日、この服もね、ちょっとね。いや、本当にね、これもね、マジでね、いい服買って買えてよかった。ありがとうございました。クリスマス、はい。またね、お休みなさい。忘れたんですけど、はい。この時間、お腹すくね、はい。俺も、でも、またね、よく寝ますね。はい。ひまわり、ね、ほんといいっしょ、これ。はい。福さん、モーニングさん。ね。えりつかわいい、かわいいね。めちゃくちゃ似合う。おやすみなさい。いろんな。クリスマス楽しみにしてます。お家に会えてます。お似合いです。よかったです。はい。いや、これ、マジ、ほんと。よかったです。お似合い、はい、お似合い、お似合い。まあ、とりあえず NG メッセージ来てね、新曲もね、何か、何やるとか言わないけど、新曲もね、ほんとにちょっとね、かなり仕上がってるんで、新曲も。新曲披露も。はい。今回のその、ね、新曲、さっき話した新曲じゃないんだけど、はい。初披露。初披露、ちょっとね、楽しみにしてます。はい。ライブ、ね、初披露。顔見るとおやすみなさい、頑張る。本当に合ってるか、はい。新曲、はい。新曲、はい。モーニングなんとか、モーニングさんです。おやすみなさい。はい。期待が、はい。いや、期待、いや、これもハードル上げていいわ。俺は楽しみです。風邪ひかないようにね、可愛くと、ありがとうございます。はい。いや。エナジー行く、姉妹さん、ありがとうございます。楽しい。じゃあ、切るわ。じゃあね、バイバイ。はい。さよなら。バイバイ。職場から捨て取りたい気がする。似合いすぎてます。バイバイ。たくさん、はい、ありがとうございます。バイバイ。じゃあ、切るわ。バイバイ。じゃあ、すみません。はい、バイバイ。はい。ちょっと僕もちょっと NG フェスに向けてね、ギア上げてます。ギア上げていきます。はい、バイ。じゃあね、はい。NG 楽しみにしてる。ありがとうございます。バイバイ。おやすみなさい。